はあ、きつちょっと待ってパンナいやこれはきついわきつすぎてついぎさ始めちゃったいやこれはきついおはようございますいやきついおはようございます大丈夫あパネきついこんばんはいやフリートしたじゃんこんにちは消えちゃったこんにちはいや今 俺ノートパソコンで正規ブロマをやってたら半分消えたこんばんは半分以上消えたらマジで今消えた半分消えたいやなんかニコニコチャンネルなんかたまになんかねあるんええー、<laughs> いやマジでちょっとあって今消えたこれ超きついんだけど <laughs> いやちょっと俺もねあのねバイトあーで応援してくださいできるかボゲー応援しあ頑張っ いやーちょっと待って、お互い頑張ろう。きっつ。<laughs> きっつい、これ、マジで。ちょっと待って、これ、やっちゃうわれ。いや、ち,ちょっと俺も突然今、配信始めるぐらいわけわかんなくなってるわ、頭。え、NHK つけるか。n h k にいちゃんだっけつらくて、ほら。 NHK にいっちゃんだっけだから始めた <laughs> 兄ちゃん猫が踊っとるわいやーいやーああーデータが消えたえちょっと待っていやちょっと待ってテロップで打っとこうもう,うんあ あー下書きみたいな残ってないだから下書き保存しちゃった「せやしやガイズはッ元気」<laughs> 下がブローマがちょっと待ってちょっと俺これ言い訳みたいになっちゃうけど頑張ってやるけどどこまでできるかな <laughs> こんにちはこんにちは こんにちはブロマが書き途中で半分消えた半分以上消えた今さっきやっちゃったなんで消えたんていやーなんかいやなんかねわかんないなんかたまになんかね編集してる時に「いやニコニコチャンネル設定画面これ俺しかわかんないから説明したってみんなに伝わんない。 なんかけどねたまにトラブルあるんですよ文字が消えるお茶箱アイザンそれで俺お茶箱アイザンそれで間違って保存しちゃったうんたまに消え消えろはあちょっと待ってつらい <laughs> <laughs> ちょっと待ってつらい <laughs> <laughs> <くし> <laughs> バカやった本当に くっそー <laughs> くっそそ <laughs> もうこればっかりもしょうがない。俺頑張ろう。もっといい文章かけばいいんだよ。せ <laughs> わ<ろ>ね。<laughs> もっといい文章。<laughs> くっそー <laughs> もっといい文章を書けばいいんだよ <laughs> くっそ <laughs> いやちょっとマジくっそ <laughs> あーつすぎるごめんねお茶はぐあいざんすコッペとかしてなかったってお茶はぐあいざんす覚えてるわけねえじゃん覚えてるけど文字一個一個覚えてないよ文字一個一個覚えてねえよああ。いや俺もね今までブロマー書いてきて文字が消えて うわ消えたって編集中にねあったんだけど保存下書き保存とか保存はしてないそうです気をつけようと思ってさっきもうお茶まくいさつしちゃったんでしちゃったってことだよねいやけどなんか消え気づいたらき消えたお疲れさまですお茶まくいさついやきついなだからワード使えないよえなあなんかあんのキャスやってる場合じゃない,い今月は白紙やんないいやさあ白紙にはしない 画像とか写真とか撮ってるから一応そういうのは載っけるじゃあちょっとなるべく頑張るよちょっと待って髪型がやべえな <laughs> いやーお久しぶりですこんな久々な感じになっちゃってこんな再会を果たすと思わかった記憶あるうちに書こうよいや記憶はニコニコやめてノートしニコニコやめるわけねえだろガーって書くときは載ってるから保存はする元気したの元気だよ今日で元気なくなっちゃった でも頑張るわ <laughs> 頑張る<れ>わ <laughs> うん忘れないうちに書こうっていやーちょっともうでめっちゃ書いてんじゃん俺めっちゃ書いてんじゃんほんと1週間かけて1週間以上かけてやってよそれがもう半分以上消えちゃったからさいや頑張っ頑張っ頑張っ頑張るよ頑張ろう <laughs> もうちょっと愚痴愚痴ばっかであれだけど頑張るわつれつらいつらいとりあえず乾杯今来ましたこんばんはセーフセーフっての <laughs> うんやるわ、うん、いやーきつい笑うしかないわ、うんえー、経験あるよわかるよ頑張,、うん、頑張るうん頑張るいやけどブロマガとかさあのさ 書いて途中で消えるなんていうのは確かにね経験ある人は経験あるんじゃないかなまあそのね、まあ、俺も別にブログだけじゃないけどあちょっち葉ガイてなすブログだけじゃないけど曲作りも今まで何回書くかね曲作りもあの曲作り途中で最後まで仕上げたって時にはもう消えちゃって <laughs> そうそう もうだからそれで消えた曲もありますよ同じ文章にだから何時間やって消えたのまあだから1週間ぐらい、うん、もうだって月末じゃんっていうかもうやばいよねでもまあまあ、うん、そう停電とかっていかいやなんか停電とかもある停電通よりも停電もあったけどなんかセーブなんかこうやって集中するとセーブし忘れるからそう俺しかも DTM でやってないかったからさまあ何言ってるか分かんないと思うけどとりあえずいいや あと3日うんまあでもなるべくやりますよなるべくやりますよはいそれはしんどいなるべくやります1週間も飲んでぐちって寝て明日から頑張って頑張ります <laughs> セーブ癖つけよういやだからに今回の場合俺のせいじゃねえもんこんなまあ俺のせいなんだけど多分俺俺俺のせいでもあるんだけどなあさっき言うのくそくそあマジでああ それは仕方ないようんクイズッサー、うん、がっかり、うん、ここは残すため <laughs> 俺んちに決まって人んちでこんなやんねえやん人んちでこんなやんねえやんな <laughs> 俺んち<家>だよ <laughs> 豆に保存してるのいやもうこれはちょっと説明してもしょうがないわお茶わんありがとざます いや、ニコニコチャンネルのさ、あのシステムさ、なんかさ、わけわかんねえ本ほんとに。なんか、いきなりだって文章消えるって意味わかんねえじゃん。なんで消えるんだよ。おい、そんな間違って、お前、そんなこっち夢中になったら保存しちゃうだろう、おい。とに気をつけよう。いや、気をつけないと。うん。落ち着いてね。いや、人んちで暴れたら笑う。人んちでは、そんなないっす。暴れたこと。 ここでしか、そんな暴れたことありません。お茶場ぐらいさすうん。ちゃんと確認したいや、だから確認しなかったんでしょ。もうい、い、なんか、勢いでやっちゃったんでしょ。癖で。うん。まずい文章で、いい勉強だった。お茶場ぐらいさすいや、けど、昔も、うん。何年か前にもそう、同じこと、起こってなかったっけそう。だから、やっ,てったことは、でも、その時は、な、免れたんですよ。うん。文章が消えて、も下書き保存し、ね、せずに。 すでももういいやいいや大丈夫すまもうちょっとありがとうありがとうちょっとこんだけ愚痴れたらうんもういいっす <laughs> あとでかい消えるべき文章だった <laughs>、えー、なんなら去年もやってたいやんかたまにはこれもごめんうんいやもうだからちょっともう独り言みたいな感じですいません初めてじゃないといやなんかあ,あるんでもういいだからちょっと気をつけていくほんと気をつけていく あいや気をつけていく今回消えたのは保存しちゃったいやそうおつ保存しちゃったお疲れさ頑張って横はね気持ちを切り替えていきますニコニコのシステムいやいや気を,気をつけもう口頭で今からまたやったらいやちょっと開けてる開けよっかなだから今配信つけた <laughs> もう俺もそのままやろうかと思ったんだけどちょっと頭真っ白になりすぎてショックすぎてあちょっとああこんばんは元気そうではい 髪のあなんかけどデータが遅いけど今日の作業全てやめるのはメンタルまあそうっすねやっぱそう,そうっすね一回ね明日からでこんでもまあまあ一応ちょっとすいませんなんか言い訳みたいな感じになっちゃって <laughs> 申し訳ないいや会員の人ねうんいやーまあいいや、はい、とりあえず現実逃避はそっかどうもや、うん、散歩行こうぜ頑張って心折れるよね散歩でも行く酒飲んでも今北産業 ある意味元気だな元気で元気すよ言い訳しかと受け止めたうんちょっとこればっかりは僕のねミスもありつつすいません苦労してるわね当たり前この紙媒体で言うそう2回目はきっと良くなるえー、なんか髪の毛からみ耳生えてるみたい何がどういうことわかんない俺もう全然今ひげも自分の顔久々に見たっていうか、うん、最近まあたまに仕事とかね東京シティに行ったりしてるけど うん、なんだかんだだかそひげとかもずっとそってないから、えー、年越しライブやってまあ仕方ないです、うん、気持ち入れ替えますはい寝て忘れよういや俺さっき起きたんだよさっきっていうかキャ,キャスはさやかでということお子 <laughs> さんのキャスはどこはさやかなんだよ <laughs> あ俺がまあなんだかんだでまあこうは暴れちょっと暴れてもまあなんだかんだでねうんそうそうそう ちゃんと切り替えてね爽やかですからねなんだかんだね、まあ、カラッと気分切り替えてうんやりますからねまあ確かにさやかではあるね僕はねおはようございます風邪気味大丈夫なんか風邪気味は大丈夫だけど風邪気味になりそうはい最近元な内行きますよウイスキーは飲まねえよ今日も行けとるメンバーシップ始まりました考えてます画面がさ 綺麗さやかな朝を書いた政治寝起きさ勝手に消えたのお茶ばっかりします。うんメンタルは確かにまあまあいいっすね。メンタルはただ風邪気味には確かにちょっとなりそう。外で凍えてました。めっちゃ寒いよね。うんめちゃくちゃ寒いかなんか風邪気味になりそうな感じが最近そうそうそう最近風夜中ね風邪気味になりそう猫耳かわい,い仕事中お疲れ様です。うん。 風邪気味になりそうな感じのところをギリギリをずっとなんか言ってる。うん。だから、風邪気味になるかもしんない。ちょ、気をつけます。えー、気分爽快。えー、旦那が、えー、元旦の職場でコロナ出た。あ、コロナ。てか、やばいよね、コロナ今。なんかやばくない ?500 人か。なんかさっき540人かなんか言ってなかった。なんか東京。540人なんか、わかんないけど。 インフル起用なんかほんとや,なんかやばいよね人数今ねうんだからね570人か北海道とかてか普通に全部やばいよね東京ってかほ全部やばいよねうん時を戻そうって戻してもまたコロナじゃねえかやばいコロナ怖いやばいから12月時を戻してもまたコロナやっていくんじゃねえか何年前に戻ってもやまた閉鎖になりそうやばすぎ冬はインフルも怖いですねまたこんばんはねえだからもう外出ないのが一番いいよね

引こもり最高僕は万年自粛ですみんなで引っこもろうねでも実際そんなことになっていくっしょまたなうんもうみんなで一回コーナー変わって免疫つけたい他の近くのね学校電車のシートからも感染するらしいねステージ4になったら緊急事態宣言出るよそれってなんかもうもうすぐってことまあなんかもうすぐだよね多分出るとしたらねなんかうちらもだからネットジェネレーションフェスとか ね、ライブ決まってるけどできんのはねうんできんのはなって感じだよねこのまま、うんまん緊急事態宣言出たら東京に行けなくなるわけじゃん、うん、PCR 検査を受けたコロナ無症状患者になったら気づかないよね、うん、こんにちは経済は止めないと思ううんでもまあね分かんないけどちょっと分からん、うん、色々やばくなってね分からん 年末危ないかもね心配してるいやでもやっぱお,お客さんは減るんじゃんやったとしても、うん、やったとしても有観客やったとしてもみんな多分ねこういった状況だと来ないって人いるっしょ、うん、全然それは安全コースで行ってくださいはい、えー、経済結局コロナに左右される生活うんだから来年もこうなんじゃんなんだうん俺はこれは過去してるよ前も言ったけど来年もしばらくは ずっとこんな感じであ東京は踏み切らなさそうまあ経済がどうとか言ってくからね、うん、大阪さあ3週間今日2時の当落だよ2時って何 NG フェスのなんかするの全然自信なくて申し訳ないね <laughs> NG フェスってこと ?2 時抽選みたいなあライブに今年か楽しみないら今年ね でもお前別におてか今こうやって俺一気に配信始めて今こ来れるやつなんて全員これ2とか主婦だろ、うん、2とか主婦しかお前らいないだろなあ東京行きたいのになまたゆり子何、えー、コロナうつないそうさっき残すあるさんです感想最近やばいねハーフスタンディングさんグッズも何今日までこんにちはあグッズもそうそう色々いろいろ書いてるよ 書いたけどなんかあんまうまくいかなかった。リモートテレワーク不登校、小5のより、えー、まだ学生、週です。ニートデビュー、ニートあ。やっぱニート多いね。学校休み。学校休みなのテスト終わり。うん。リモート、あ、そっか、リモートワークの人もいるのか。そっか、そっか、毎回は <laughs> 話してっか。そっか、リモートワークの人がいるんだね。そっか、結構。だからなんだかんだ、いきなり始めても一応ね、集まってくるんだね。通信仕事、家ててこれからバイト、オンライン、パートタイム。 引っこもりが許されてまあリモート授業そもそも仕事中ですわお疲れ様です仕事終わってきたよお疲れ様です今4時かああ9 0毎回言ってリモートけど結構リモートの人こんにちは失業したばっかりだよお疲れ様です今来た産業リモート今日ズーム授業でしたへえけどもうなんかリモートなんですね主語はお疲れ様です ニートになりたいけど仕事中お,お疲れ様です。えっ、ー、と、オンライン授業してほしいな。何時までやるの知らない。<laughs> わかんない <laughs>。てか、わからないもう今日は。う <laughs> ん。ラジオをかけてる職場結構あるみたいな。配信つけてもいい感じなのかな。かわいい。あ、職場では、そういうことえ、そんな職場あるのああ、えー。そんな職場、俺の配信をつけていいとか、すそラジオつけてもいい,い,いってことは、そういったことね。 俺の配信をつけてても確かにねリフレッシュ夜ら気持ちが追いつく、うん、バイト応援してくれなやめたきゃやめりいいじゃんそんな行きやだもん G やねんすごい職場仕事しながら BGM えそんなできんのやっぱ今すごい変わってんだねみんなもやっぱいろいろと自宅で仕事しながらだから大丈夫うん 急にに叫叫んんだだららまあ俺俺ががねねしっ職職場場で響き渡るってことしちゃう <laughs> むしろさっきのがさっきのが、ね、めっちゃねちょっと一瞬発狂したけどあ, <laughs> ああいうのが響き渡ってたってことしちゃう叫 <laughs> んだよニコニコって <laughs> 仕事のす隙間に見れるよあそうなんだへえー、ちょっとわかんな俺みんなの,あの状況が状況がちょっと分かりませんわうん 後ろ、猫ちゃんも可愛い。はれこれ猫なのこいつ。ジバニャンだからね。あポケ、デジ、デジ、デジタルモンスター。これなんだっけ妖怪、は、なんか妖怪ハンターみたいな、んか、懐かしいよね。なんかもう、一気に流行らなくなったよね。けど、可愛い,いのよね。コマさんか。妖怪ウォッチだ。そう、妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ、デジモンじゃねえ。妖怪、妖怪、 ウォッチってジバニャンジバニャンじゃねえしかも <laughs> そう、ジバニャンじゃねえコマさんがコマそうジバニャンではないねうん懐かしい妖怪ウォッチツアーしといてあ、妖怪ウォッチって懐かしいのも合わせ全部、ね、妖怪 <laughs> ジバニャンは赤だねあんなに流行ったよねブーム今なくなったっしょねツーアータイトルあんなに流行ったのにいやいやみんなもねそんな感じになるんでしょ今 『鬼滅の刃で踊』で踊ってるけどダンスしてみて『鬼滅の刃』で踊ったりしてるけど妖怪体操懐かしいね踊ったねああ妖怪のせいにできなくなった6年は経ったねえもう6年経ったんだあれからようてるよブロマガを使う「鬼滅の刃」いやぜがみんなやっぱ1年経ったらすぐ飽きるからああなんだかんだトレンドってああ100日後に死ぬワニだって一瞬で飽きたじゃん君ら ああ『鬼滅』ってほど、えー、妖怪を中止した2000鬼滅なんでも』6年経つとかやばいよね大体、うん、んだあれはね爆発でそのあとブームってそれ『鬼、え、滅、ー』ちゃう100ワはハマってないけど俺もなんだかんだでなんかトレンド世の中のトレ百話100もそうやけど見てたけどハマっては映画なくなったんだ <laughs> ハマっては俺もなんかすぐナゴみだからもうネットイナゴだよねこんなもん うん、俺たち今みんなみんなじゃないとなんかそのトレンド追っかけてる人ってあネットイナゴみたいな感じもあるよね「鬼滅の刃」見たよだから泣いた下手だでも俺も「鬼滅」は見てないワニは冷めいや俺もだから来年だったらもう、ね、ネットイナゴみたいに次のトレンドに追っかけてるかこんにちはえのんくんもワニ見てたらいや別に見, <laughs> 見てもいいじゃねえか <laughs> ネットイナゴだからイナゴのようにすぐ次のイナゴのようにすぐ次の 一つの畑を食い,そう食い荒らしたらそうそう次の畑に集団で移るそれをやっぱ昔からネットイナゴっていうじゃんねうんでもやっぱそんな感じあるじゃん実際インターネットでさねだってネットで大体バズってるじゃん大体あれネットでネットでもって感じるでしょ鬼滅もなんか口コミっつうかなんか口コミとかなんつうかいろんなねうん イナゴって食べら、食べ、食べるのってないが、食べられるんだよ。うん。田舎の人はみんな毎日食べてんで、イナゴ。聞いたことない。回転早いね。うん、だから、それはずっとそうじゃん。なんか、もうずっとそうじゃん、近年ね。例えがいいね。こんにちは。え、知らないのてか <laughs>、ネットイナゴって言葉すら知らない人いるんだ。鬼滅もわかんないし、何も知んねえじゃん。うん。どうしてんのうん。まあ、でも、集合で働いてるからな。お疲れさん。まあ、そんなん知ってる余裕もない、暇もないんだろうな。 集合で働いてりゃ。お疲れさん。いや、マジで。うん、知らないよ。初めて聞いた。うん、俺みたいに暇じゃないからね。酒飲み配信久々だね。うん、どやれるじゃん。だからニートなんだだから俺とお前みたいなね、暇人しかね、知らねえんだよ。うん、そこまでね、稲子知らん。稲子ライダーなら知ってる。<laughs> <laughs> 稲子ライダーとか懐かしいな。<laughs> 最近はジューツか、ああ、ジューツ流行ってんね。アニメのね。うん。 田,田舎だと田舎マジでバイトは疲れちゃう週ゼロでこんにちはネットイナゴは初耳ってないが嘘でしょ鬼滅のイナゴって言われる <laughs> 本当にええー、今日ブラックライーでー知らんないなおねアマゾンってことイナゴ酒飲んでるよ今、うん、モノクの誕生日でもそうわ俺かそろそろ買わねえとなうん誕生日プレゼントあいつそろそろ誕生日プレゼントでしょう,うんまあちょっと何買うかちょっと言わないとっけど たまに見らられてるから誕生日プレゼントやっぱ毎回毎年毎年優しいよね、うん、メンバーの誕生日俺超考えてるもん、うん、あやの誕生日何もしてない俺けど毎年毎年もうずっともうなんかお金とか値段とかよりももう本当になんか、うん、すげえなんか悩んじゃう、うん、悩んじゃうメンバーみんなこの前もゆうくんの誕生日でめっちゃ悩んだし なん,だかんだで俺、うん、みんなであの人たまに見ていや美佐子さんとかだってたまに見てんじゃねえの俺の配信スタッフとかどうやって選ぶのいや俺だからあえて自分にはあげないですかみんなからね愛を日々もらってるからいいです俺さけどさ何だっけあのー、あえてそうあのー、メンバーとかのなんか誕生日とかそういうのってやっぱ日々 仕事でつ関係ないやつをあげたいなって思っててうん。仕事とかゆうくんに投げあげたん。酒シャンパンうん。あいつは20歳になった。ばっかばっかだし。まあまあまだ小僧だしね。大人の味を知らないだろうからね。俺がファンからそう。シャンパンをみんな。なんか誰かからもら昔もらって初めてシャンパンを飲んだように。 そうシャンパンパた <laughs> かっこいい <laughs> いやかっこいいというか <laughs> そうそういやでも俺はみんなから逆にシャンパンもらって初めてそうそうそうシャンパンだって自分であんま買,買う機会ないじゃんかっこいいインスタ載ってたどういうことあいつが載ってたの小僧ゆうくん酒飲めんのだってもう今21歳かシャンプーだからシャンパンモノくんは KYK 欲しいって言うたいやプレイステーション5」って言われたけど一瞬 <laughs> <laughs> いやなんかおだからなかそう最近も仕事一緒にだから行く時に「お前の誕生日悩んでるよ」って言ったら「プレスト5でいいよ」って言われたから「いやさすがにちょっとな待って <laughs> うんみんなに言ってんのうんお下げちゃっかりプレスト5計算高いサンタさんかよって普段シャンパン見かけないねえー、俺の配信見ながらタバコ吸うのうまいっすわだってそれは俺とお前しかもうタバコなんて吸ってないからな。 プレステ5は来年いつになるかってねどういうこと知らんねえよプレステ5だけどたい,だい買い方も分かんねえしあだい買い方も分かんないしねうんだから結構何しょっかってだからねすごくねない今も悩んでますうん美佐子さんの誕生日もあのー、ゆうのすけの誕生日も悩んだけどモノんもねちょっとね俺にもタンプレくれ今あげてますはい。 うん今は変えないってない電気屋行くんだよだからさそう外行けないじゃんコロナになっちゃうからノコさんとゲームしていや行けないけどコロナになっちゃうからねもうねてかもうさ外にさ出れないよな今ってない外配信とかってなんか東,京東京とか,あんなんかさ小池百合子さんが外になるべくあの必要以外で出ないでくださいってなんか会見したじゃんだからもう出ちゃいけないでしょ今もう外配信したらまた叩かれんじゃんよなっ 自粛しろよって言われたりすんじゃんうん買い物ってどうしてるだからもう今はね遠隔操歌でウーバールー,プウー,パールーパーじゃんなきゃウーバーイツかなんか頼むしかないよねあの千葉県も増えてんじゃん YouTuber は出て何それもらう側からしたら悩んでくれだけで嬉しいそうそうそうだから気持ちは本当に毎回毎年毎年ちゃんとあげてる俺昔からうん何かこんだけ悩んでるからねうん 千葉には大丈夫じゃないってそんなこと言ってから油断した時にかかっちゃうんだよ、うん、外安心してるよねそれでもまだ大丈夫そうでもなんか気をつけようかなって思う俺もあんまその外安心だけじゃないけどあの外行くのうん一応 NG フェスあるし最近その風邪気味 風邪気味をになりそうだから自粛警察出てくんの千葉の田舎でも6人出た、うん、お酒とかプレゼントしないの <laughs> で気をつけてああ配信したら叩かれんの、うん、自粛しろよってあ外出てんじゃねえよって叩かれてからだから僕去年ずっと外配信しないでずっとキッチンから。 配信たじゃんだから俺来年もキッチンかピアノかギター弾くかうんしかないかなってもう覚悟してる風もでライブもさなんかまともにできギナーそうだししばらくうん打つのは怖いってないが今は特にヤバくなってきてるからお家で優勝しよううんお家で優勝する ライブががなくなるのが一番被害が大きいいやーでも本当にうちらエンターテインメント業界もそうもうダメっすようんもう来年もだからしばらくこの状態が続くからてかもうダメっすよっていうかもう移り変わっていくしかないんだよねもうやり方を、うん、ビジネスのやり方をマジでいやライブなくならないでほしいって言うけどまあしょうがないよねうん た、ま、しばらくまともにだからね有観客のライ,ブライブとかもできないと思うし、うん、配信しかないんじゃない、うん、だからもう価値観が変わってってるから今ねこうした中でだからアップデートしていくしかないんだよ、うん、価値観を変えていくしかないちょっとは、うんまあ、その先に常にねいってたのが、まあ、僕でもあるんだけどねインターネットでこうやって稼いだりとかうん そう引こもりの時代いろんな形に大体けどあれやっぱサブスクじゃないかな、うん、うちらもファンクラブとか始めたりとかねいろんな、ね、俺もメンバーシップとかこれツイキャスでもさあツイキャスってってかメンバーシップってもう始まったこれ他の配信者とかもうやってんのあの月額のうん <coughs> 仕方ないそうだね嵐も配信配信はテレビから見てるのとさほど変わらないか 実際に応援したいなそれもあれすぐあれ変わるやつは変わるんだようん変わるやつは変わるし変われないやつは変われないしうんサブ収益いくらくらいっていが知らないうん今日から始まったえっ今日からあっ今日からなんだあマジで始まってるんだもうあつ今日からなんだってかメンバーシップツイキャスのええー なんか千葉やったああそれだった、うん、ガソリンあったミズニャンなら見かけたってういうことあ、ミズニャンがメンバーシップや <laughs> あえどうだったのミズニャンがえやってたえー、てかミ,ミズニャンしかいない今日かららしいのこさんどうするの俺考えてるでもやるかもしれないやっぱうん月1で会員限定配信とかやってやりつつ よくわかんないって何か、うん、やるんかいってやるよ、うんうん、やるやるやるやときやね星しのところはバッチになった、うん、やってもいいよねって当たり前じゃん、うん、こんなもんこんなに頑張ってる男はもう今日だってさブログがさ半向けちまったんだよ <laughs> マジで、うん、500円から試してみたいってかうん な何でも使えるものをあげると使っていった方がいいよあ今やっぱこういった時代になって、まあ俺だけじゃないけどってか俺なんかもうとっくにさやってるからさあれだけどさその他のやっぱさバンドとかアーティストはさ特にさあそうですドンマはいあのやり方を変えていかないとマジで潰れてくんじゃないあの事務所とかあうちら芸能人 <laughs> 単発で課金ってなんや、うんまあ、気を取りゃ、まあんまそれは大丈夫です うん、地味にショックをね受け続けてるけど今 <laughs> <laughs> まあ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 また頑張りますよブロマガは残りあと4日4 3日間4日間あるんで頑張ります頑張ってやります <laughs> 月1万円とか言ってる配信者もいたよ <laughs> てめえ何ができるんだよいやまあそこは別にそっかまあまあ価値,価値基準なんてまあまあね空気みたいなもんだからこんなもんはねえ <laughs> 価値,価値基準なんておのの空気みたいなもんだから1万円そのファンが払えたきゃ1万円分の価値があるんだしねうん人のことをぐちぐちね、うん、言わないよもう笑うしかない時ファイトまだ時間あってよかったねうんまあまあ3日間でちょっと引いた月1万って何してくれんの配信じゃんてか基本的にあの会員配信ぐらいしかできなくない、うん、だから会員対退信じゃない 1> 1万で何してくれるの知らないだから気持ちでしょ、うん、でも言ったら僕だって毎月毎月お茶漠でもね「あのニコニコチャンネル」でももらってるけどそれってやっぱ他の,あのファンからまあ他の普通のそこら辺の人間からしたら、ね「なんでそれうにうお金払ってんの?」って、うん、言われるような類で言われてもさ別に不思議じゃないわけじゃんそれは僕からねうちらからしたらさものすごく価値があるもので。 だから価値基準なんてそんなもんはねしまいのこさん1枚ならどんな配信するえもうチンコ見せるしかないだろんかもうわかる <laughs> いやなんかもうわかるじゃんない <laughs> ちなみにミズニアの値段は3段階ありましたあそうなんだいやじゃて逆に何するって言われたらだって配信しかできねえんだからさ いやになるってだからバンにするのやそれツイキャスもせ用意してるんだからいやツイキャス運営もさ違う用意してるんだからなんかさもうちょっとできるやつを広げてく広げさせてくれよって俺は思ったけどねああいきなりバンダーって言うけど俺もだから設定画面見たけどさメンバーシップのあもう見てるからかなあ見てるあ見て、まあみんな見てるか付加価値がそれですか いやだからそれでも別に1万、まあ、それが付加価値でも、まあ、むしろだってチンコ見せてなくても1万円もらってるやつなんかいるわけだよ世の中、うん、別にこうやって月額のサブスクースねなんだっけに俺ニコニコチャンネルやってるけどさあのなんだっけあれメンバあのかもともとあるファンクラブみたいなやつなんかああいうのでもこうさい一般人でもさ普通に1,000円とか2,000円とかね 4000とか5000とか取ってるやついるもんなあれなダルビッシュとかもやってんじゃん5000円とかでホリエモンとか、まあ、西野さんとかねあああれもだってねすごいよな入ってるのまあまあそんだけその人にとっては価値があるからさうん全然いいんだろうけど1万のクオリティネットに俺のチンコは風俗じゃないんだからねえ でもそこら辺はねやっぱねほんとなんかやっぱ1万円とか運営側もやっぱ用意すべきではなかったと思うけどねあーあそうオンラインさの払う価値ないと意味ないのでも払う人はその人にとっては価値があるんだよもう空気でもそうなんだ、うん、俺は良心的ですよまだはい俺なんかまだ本当にさ金,金くれ金くれ言ってるけどさちゃんとね価値があるものでねちゃんとズドンって返してるし なあうあ、ん、親しみ感じるえー、正規な値段上がってもいいけどあげられないんで俺あれあれ上げたいんだけど1000円とかに、ね、したい常々言ってんじゃんでもあれはもう1回設定したら変えられないんだよだからだからそういった意味も含めてメンバーシップやりたいぐらいなの俺ツイキャス出会い系になっちゃうそうだね快気なサービスになるのかな1万とか財布が死んでしまうミルガムハンダムお使いさーいやそうでしょうん変えられたらいいそうなんだ 1> 1万請求したら DM 公開するしかない,どう,いうことあ,あのこさんお人しすぎるからいやいや俺は常識の常識持ってるわけだよお人しとかじゃなくて今晩ちゃんとお礼くれもうん、そうそうそうああだからお俺もさなんかさなんだかんだでもうほとんどお茶枠のお礼が Twitter とかさあれ代わりになってくからねああほとんど結構なんだかんだ会員限定に俺もなってきてるよ、ね お茶箱は減るのではってないがああそのメンバーシップやったらわかんない減る人えまあ投げる人とかそれによるんじゃん減,る減るのは減るんじゃんああ T シャツかわいいありがとうございます、えー、好きなら盲目しかいなさそう、えー、値段設定変え,られるのは変えられないのは悔しいってないがああニコニコちゃんだよねああお礼で近況知るもんだって俺お礼ししでしか言ってないもん <laughs>、うん、だってそこで言っちゃったから 別にももうツイートとかもする必要ないし、うん、でもやっぱそれはお金もらってるからね、うん、もっとしたいんだけど、うん、結局はツイキャスのシステム上画像しか送れないからさなのこさん常識人なのにネットで稼げてすごい常識人なのにっていや別に常識人だからネットで稼げてるんじゃなくて常識人じゃないからネットで稼げてるんじゃなくて才能があるから魅力があるから。 ああ魅力や才能があるから人間力があるからお茶漠減るよなわかんない俺そんな減らないと思ってるよ自分がやってもああ俺にはそんだけ魅力とかがあるからお茶漠あいさつうん限定配信にもお茶漠あんのかなあるでしょ知らんこんにちは減るかしら、ね、もっと何したらんてお金が欲しいんだよ <laughs> 何したらんてお茶漠投げる方が楽しい今日は寒いのもう最近寒いね やばいね、うんえー。動画遅れた気がす。何が、えー、ファンが破産。ノコさんたっぷりあるね。のか URL 貼り付けて音源プレゼントした。あ、お茶箱の俺とか。ええー。あ、でもなんかそんなん知たね。うん。ああ、ノコさんなら大丈夫。メンバーシップは上に取られないの。え、取何割か取られるでしょ。うん。てかみんなでそこらへん見てよ。俺そんな。 俺まあやるかやんないかわかんないけどやるにしてもいきなりやると思う限定グッズあんのかなてか俺人の配信見てえなあのー、メンバーシップ、うん、やってるそのミズニアンがやったかわかんないけど、うん、普通になんかどんな感じなのかなって <laughs>、うん、なんかバッジとかつくんでしょ一応この名前欄に会員の人はこのなんか星かそこに、うん、寒くなってきたからあるざす ビミズニ水にやっちゃってミズニアイがやってないのメンバーシップはファンがカードブイあそうそうそす。そう,そ,れそ,う,そ,うでもそこらへんもちゃんとあれね説明あるから見るでしょ誰がやってんのか特別なことあんのか1か月入らんと見れんな他の人何がミズニんン強気ってないか今日からとかうんミズニアンしかやってないってみんな言うから にとこにしかやる気ねえじゃんてかみんなやってないんじゃないのツイキャスミズニアとノコニャンだけじゃん <laughs> もモなナーなって何か知ってるみんなビビってんだよな多分やっぱ前も言ったけどこういうことやることによって収益が減るとかお茶漠が減るとかリスナーが減るとかファンが減るとかなうん 多分、いや、オワコンかっていうか、分からんけど。うん。多分、みんな結構ビビってんでしょ。うん。様子見てんでしょ、多分、みんながみんな。う <laughs> ん <laughs>。うん。怖がっちゃダメだね。いや、でも、だって、減るもんは減るからね。そんなもんは。うん。<laughs> えーぱ、ね、パンね水ミズニンのこさんのファンだし、メンバーシップ入ってみたら、俺が <laughs>。<laughs> 俺がミズニんンの 俺はいいかな別に俺人の配信大変さえ見ないからな俺はいいかな俺はやっぱ金がもらいたい側の人間だからそういうのをなるべく払いたくないからバッチ使ういや別に見,見ずにやんの配信は別にいや,いやそれは面白いと思いますけど大変笑う 3,000円のに入るちゃったんですね3,000 <laughs> 円のに入るということ <laughs> ええー、まあけどまあそんな感じなんですねでもまあいろいろとだからなんか移り変わってってんでしょなあそういうなんかもうこういったコロナとともにああこういう時代の変化でだから対応できない連中は将来困るでしょなあ,ある意味ああやっぱりノコにはもう始めんのかな いやや俺はバンバンンってくよこういうのこういうシステムがまあまあちょっとちょそのシステムによるけどねそん時そん時のこれからもうんでやっぱこういうのやっぱ使っていかないとダメだよ、うん、時代の変化とともにね3種類はすごいいがそろそろかまっちゃんベストアーティストに出ていいはず出ていいはずねえだろ、うん、どこがベストなんだよんみんなにとってのベストアーティストだろあれってなんかたまに半年に1回ぐらい俺もさちょっとちらっと見たよなテレビ番組でさ みんなにとってのベストになったら俺は逆に多分あの俺たちにとってのベストじゃなくなるんじゃないかなうんノコニャンは思うけどみんな世の中にとっての俺がねベストそうそうわしらからしたらベストそのその世の中にとってのベストアーティストに俺がなっちまったらその時はあの曲とかもジャニーズみたいな曲になるからそう俺を抱いてくれみたいな。 そういった曲ばっかになるから、うん、俺にとってのベストじゃなくなるんじゃないなそうなったらなんかもったいないえななんかもうん、そうそう魅力が薄まる気がする抱いてくれジャニーズのイメージそんなそれは嫌だ嫌でしょ嫌でしょ嫌、うん、でしょだから 世の中は逆に今のこの僕のねままこのねこの姿のまま、ね、ミュージックステーションベストヒットアーティストに出してくれって言ってるのはこのパジャマ姿のままですよ、うん、<coughs> そんなんのこさん想像できない売れる曲しかなくなるのいやそうだって売れてるんだからそういうことだろう <laughs> 売れてるんだからねそういうことだろ 抱きししめていんざり懐かしい俺がヤマピーに提供した曲じゃん <laughs> マイノリティを反転しよううん抱きしめてインサイヤマピーに俺が楽曲提供を過去にして落ちたやつじゃんそれ大手 <laughs> セノリータソサイテセノリータって曲があったから大 <laughs> 手セノリー <laughs> ヤマピーのなんかコンペなんかオーディションみたいな俺ジャニーズから来て昔それでヤマピーのそのコンペに俺もねなんか参加したんだけど 大セネ,セネリエータって曲があったじゃんだから抱きしめてインザレインって曲を書いたんだけどいや多分好きな人好きだと思うようん好きな人好きだと思う普通にメロディーはやっぱ残さんですからうんいや本気で書いてよ、うん、別におふざけなんかゆっくんやんないようんサンクラにあげてああだからもういつかあそれこそニコニコチャンネルとかにそっかいつかあげるよ聞いたい聞いてみたい言いたいタイトル抱きしめてインザレインうんいや普通に俺けど ヤマピーとか,てかスマップとかジャニーズが歌ったら結構いい感じの曲だと思うんだけどなあの曲「抱きしめてインんざり」いやマジいや聞いてもらったら分かるけど普通にメロディー曲だと思う「うん、君を強く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 抱いて抱きしめていたいオンリーウーいつもいつもいつも」みたいなそんな曲です。 そんな曲でもまあ普通になんかいい曲だと思う、うん、ほぼ大多数の人いたじゃん <laughs> いやまあまあ続営みたいな感じやん、まあまあ、でもヤマピーはもうどっか行っちゃったじゃんなんかインコかなんかしたか忘れたけどヤマピーだってやめ,やめたよねちょ確かジャニーズ <laughs> ヤマピーってなんかやめたっしょ最近オンリー U トキオ入っとる 海外にと、うん、勝手に続園というか、うん、でも勝手にというかもうやめてんじゃん山ーはねまさか浸水かまってちゃうよりね俺より先に、ね、消えるとは思わなかったわ <laughs> 世の中から <laughs> 消えると思わなかったあ海外行ったのあそうなんだ退所したねアメリカ行ったあ逃亡したんだ海外逃亡したんだ先に消えちゃったみんなけど先に消えてくよ ヤピーさんは知らん知らん俺が俺,俺の俺は代わりにジャニーズ入るしか消えてはいないああそうなんだってでもジャニーズ辞めたんでしょジャニーズ辞めたらやっぱねあのジャニーズパワーが事務所パワーがなくなる分、ね、消えるかもしんないじゃん、うん、その消えるつうか世の中的に本当にみじんもコッパみじんに消えるかもしんないじゃんうん マジでかかまってちゃう俺消えるかもしん,ねえじゃん <laughs> ヤマピー <laughs>、まあ、ヤマピーだけじゃないんだけどジャニーズガタガタね移り変わりなんかすごいよね最近ねうん役者としてオファーがあったそうです何がヤマピーがそれで海外行ったってことあそうなんだ頑張ってくれはいハリウッドスターで応援してるよ年齢も確か近かったしうん初めてじゃ辞め方が雑すぎたよでもて さっっききのの下では働たたくなかったのかなかか、うん、やめ方円満じゃなかったらしい円満じゃなかったっててめえがだって引っしたんだろうって <laughs> 円満もクソもいやなんかね女子高生手出したんでしょヤマピーはインスタフォロワー1億人のケビンハートと共演中だよすごい、うん、!1 億人インスタフォロワー数が1億人いるケビンハートと共演してるってことであれあれか あの売り出し方としてはああいうマッ,チマッチ商法かあなんだっけあの束になって売り出すやつあの人気者に乗っかってなんかに、ね、全然に知名度のやつをあの売り,出し売り出すみたいな英語力あるんですねって何か僕僕あのノバ行ったかあねああヤマピは知んないけど JK はあかん ジャニーさん亡くなってからみんなやりたい放題あバーターバーターそうバ,バーターうんそうさっきのねまあそういうのもいいんじゃないですかけどまあ応援してますよ結構やっぱもう移り変わるこの時代でねやっぱこのコロナね英語ペラペラ抱き合わせ商法このね英語その移り変わるこのコロナーの時代ねもういろんな人が消えてってます はい。わ、私もわかりません。いや、いや、別に解散とかじゃないけど、ね。いや、本当に、世の中から消えないように、うん。気合を入れていかねば。はい。消えないでほしい。いや、こっちの声フだよお前らは消えないでもらいたい。俺は消えない。<laughs> 違う、俺たちは消えないんだけど、お前らは消えてくる。お前らが消えなければ消えないああ。お前らが応援をしていけば、消えない。 うん、お前らが必死にねあのその好きなアーティスト構ってちゃうんだけじゃないよアーティストを応援していけば消えませんはい消えないように頑張れば頑張ってくれ応援する頑張ってくれ構っちゃう不死身だうんまあ何より俺が必死に応援するからだからまあ俺がいるから大丈夫で、うん、今んところ今んところとてか今んところってあとんところも俺が何よりもいるからやっぱ そこら辺はしないできますよねやっぱねうんこんだけ長くやってる分ねのこさんはうん応援しかできませんありがとうございます頑張るうん、えー、死にそうかもなだからまあまあ死ぬかもしんないけど死ぬ,死ぬまではやりますよなるべくはい今日はのこさんかっこいいいやもうだってもうね悲しみを乗り越えた男だから <laughs> 今日もまた悲しみを一つ乗り越えた男だからなやっぱ日々ね それはね頼もしくなっていきますわはい <laughs>、うん、頑張るよ山越えたブロマガや明日でもやら押せるうちは押しますえー、悲しみは乗り越えたわよすごい乗り越えたようんもうもう新たな傷を作っちゃった気をつけるよマジでデータいやけど気をつけるよ <laughs> 本当に気をつけるうんもうそれだけ、うん、それだけ気分転換にボヘミアンラブソティーな見るわけねえだろ ああそんなもん見んなむしろ人のなんかさねその映画なんてそれは俺がむしろ俺の配信見った方がねまだ映画みたいな感じだからいいじゃんそっちのはね俺もやって全然これやって楽しいもん久々にやっぱこうやってやってる気分だけどさああ楽しいやっぱ <laughs> えっと今日はもうやんないのうっかり消したのそんなもんまた一つ強くなったえ失敗は成功そんなもん俺が絵柄うん 確かに気分転換した方がいいいや気分転換十分なってるこんなうん <laughs> 映画まだ見てないのいやええか映画むしろ全然見てない最近うん映画とかうん本当に鬼滅の刃を」を人の作品とか「うん、鬼滅の刃」をだから最近見て泣いたぐらいで人の作品にあんまりなんかねなんだかんだ忙しいからかな、うん、だいぶ帰ったうん 前も消してはねそうだから気をつけます携帯変えたらのごさん3倍増し昨晩見たものですから元気出たのうん元々けど最近メンタルは元気ですよ見てもご覧の通りメンタルは元気はい風やっぱ風邪気味だけちょっとなりそうって感じうんなんか起きるたんびにさすげえ喉とかカサカサやっぱ乾燥してるからすげえんかカサカサしてるし そうすげえなんかねそう風邪引き卒がうんなんか風邪ひかないの本当気をつけるうん表情穏やかメンタル弱ない時どうしたらいいや、ね、寝るこんばんは俺の配信見てるか寝るそうやっぱ乾燥だよね急に寒くなったからね加湿してるよいやてか加湿なんてめっちゃしてんだけどねうんてかうち加湿,加湿買ったんだけどさ加湿器かけなくても60%だからいらなかったなと思って あ、アイスうん、そう、そ加湿器かけなくても60%とかいってるからさマジでいらなかったなと思ってその加湿器とさあの湿度計一緒に買ったんだけど湿度計からそう、寝室もだからさ最近かっこいいあの、テレビ買ったじゃんうちの寝室あれもついに 58%60% 維持してるからさ <laughs> マジでいらねえなと思ってか70%とかいっちゃうからそれあとダニが発生しやすくなるんだよねめちゃくちゃそうだから俺ダニを発生させるために結局海水買っちゃったみたいなそうダニのそうダニのお供の仲間を買っちゃったみたいなさ結局育っちゃった、ね、だから俺あんまり使ってないんだよ加湿視聴者プレゼントしよううん多分みんなのが必要だと思う風呂開けておけばいい カビとかダニとかいやそうそうダニとかカビとか普段からいるからうんどんだけうんなんでそんな湿度高いのえ防音してからうちだから去年今年あの防音した,したじゃんあの密閉してあ密閉して防音してだからこの部屋この部屋防音してそっからなんか一気にやっぱまた湿度上がったねあうち飼育日記つけよう 自由研究大の死骸アレルギー部屋アマゾンはええな密閉すぎえー、防音したからな換気してないしねそうそう,そう換気あんまりしてないからね換気がそうそう換気してないからね窓そうそう窓はそう開け,開けられなくなっちゃったからそれやっぱ換気ねキノコが生えそうな湿度こんにちは風通し夏場とかそう夏場やばい夏場80%いく湿度うん カカビビととか注意って、まあ、今あだけどね誰とかカビはその昔からそうだから 70%80% いくのはうん窓開けたら開けな開けな窓開けたら警察来るじゃん逆に、まあ、警察来るっていうか窓開けたら開けたでこうやって配信中とか曲作ってる時とかね響き渡って <laughs> あだからうかつに開けられねえんだようかつに換気できねえ 一人しかいないなら冬はいいんじゃ。何が水はんか。窓が無理なら玄関ちょっと開けとけばいいから開けねえって <laughs>。玄関 <laughs>、どんだけだよ。田舎、そこまで田舎じゃねえよ。うん、バカにしてんのが。ご、うん、めん。<laughs> 玄関開けるってあれでしうもう。江戸時代とかでしょ、うん。キノコ狩りファンクラブイベントしよう。喉、えー、夏は難しい山びこ。えー、何や。喋らないタイミングで。いやでも、開けるっていう癖つけないとね。 うん、やっぱコロ,コロナのこの期間で結局換気もしないとねなんかダメって言われてるからうん癖つけないとね換気するねでも俺集中したら忘れちゃうからねタクレック中に怒られたことないよ配信中だけ俺は集中したらけどさタクレックあのさ託録中とかさ曲作ってる最中多分俺開けっぱなしにし,し,して1週間過ごしちゃうと思う もうももうしもう忘れちゃうんだようん健忘症だしもうすぐ忘れちゃう健忘症でするの空気清浄機ないのあー空気清浄機ね買った方がいいかな換気大切ね空気清浄機買った方がよかったよねこれだったらね買い付じゃなくて30分でもいいから無理無理無理もう30分経ったらもう5分経ったら忘れちゃうチェーンが届くだって俺昔曲作り最中夜間としてさ焦げたのだからこれや夜間焦げた後全部こ,こそうなんだけど 危ないだから俺絶対曲作り作ってる時とか夜間をカップラーメン食わないって決めてるそうもうだから蒸発してうん、うん、危ない本当に本当に危ないからうんだから気をつけてます何回23回, 2, 回や,やってんだよ、うん、今まで蒸発うん家事気をつけてよくやるやつ無事でよかったそれは危ない忘れちゃうからうんアイエッにするか逆に回す機 いっぺちゃん料理配信見て笑ったいそんな誰,誰の俺の俺そんなやったっけタイマー付きのコンロに買い替えればそんなにいやだから気をつけますうん自動で止まんないのえ自動で止まるわけないじゃんうんそうそう気をつくだ,だから気をつけてるからうんだから換気とかもやっぱさ窓開けたら絶対1週間とかア開けっぱなしにしそうだからだからうそうそうそううんあんまりちょっとね、うん、やんねやめよと。 あなんか画質よくない ?iPhone12Pro にしたから、うん、お前が配信見んの久々なんだろ俺のや iPhone12 やっぱ俺 iPhone 変えてからめちゃめちゃ画質よくなったっしょ、うん、ねすごい画質よくなったと思うタバコとかも気をつけます寝る時もあげる高い頃は安全で良い医者に行ってるって何を遠くまで見える そう画質はそうめちゃめちゃ良くなってるよねうんよりイケメンになった画質良い方がイケメンというね俺は不思議だよね普通画質良くなったらさねなんかブサイクブスになるとかさ言うじゃんみんなてか普通そうじゃん画質良くなったら俺は逆なんだよねもうテレビが一番ねイケメンだからねうん画質がいい方がなんかかっこよくなるっていう何なんだろうねまあ本物のイケメンなんだろうな 本当にかっこいいから、そう。荒が目立っちゃうからね、みんなはね。うん。いあの、高画質になると。うん。野さん、加工とかしないから。まあ、そうやね。うん。将来未来性あふれるのガチ。うん。加工いらないじゃん。まあ、基本的に加工にいらん,ん。うん。真のイケメンだから、うん。まあ、だからテレビが一番真のイケメン。いやー、どうしよっかな。これから。さっき起きたし。 てか本当にコンビニはけど行くけど外食とかも気をつけないとなうんてか外行く機会減らした方がいいのかなねみんなどうする外行く機会このコロナのこの時期うんでも外行かないとさ餓死しちゃうから行かなきゃいけないんだけど俺はうん、うん、えっと貸しすいの好きじゃないって言ってた気がするだから僕が真のイケメン外食してるうん 外食するるしてるよあー、テイクアウトかどうすればいいか分かんないテイクアウトね人混みは気をつけるそう、テイクアウトコンビニで買いだめとか外食はやめたらそうだから外食はやめた方がいいのかなっていや別にコロナとかだけじゃなしに、ね、インフルエンザもそうだしかまあ、普通に風邪もそうだし俺 NG フェスあるからさ、まあ、らまあ常にライブとかあるじゃんやっぱそこはプロ意識高いからうんやっぱ気をつけたいなって最近はちょっとうんまあホンちょっと怖いですねうん 買い物以外出てないよ買いよ買出し行かなきゃしゃべらないテイクアウトデリバリーしよう美容室キャンセルしたああそうなんだみんなもやっぱ人の多いとこはねやっぱみんなもキャンセルしたりやっぱ外控えてないこんばんはえー、実際は無理やんマスクして帰ってきたら手洗い動いしたらコロナかからないと思うえー、そんなことい,い,いや言ってない,いや絶対かからと時こんなん、ね、まあけど運だからねなれるべけど外に出ないことには越したことないけどうん 人ごみは今日えー、学校で行り始めたからやばいよそうなの学校で集団感染してんの今どっか俺知らないそのニュースは見てない自炊なんかスパゲッティなんかねミートソース作ったぐらいかな昔買い物はまとめていってる外出怖いプロとかってプロだよめちゃめちゃプロじゃんめちゃめちゃプロ意識高いじゃん昔っからうんだから結局ねちゃんと自粛もするときはしてるし やっぱ風邪ひいたら俺がだって、まあ、特に俺がいなくなったら全部終わり,終わりなわけじゃん新生かまちゃん活動 <laughs> <laughs>、うん、やっぱ一番の資本なわけじゃないですかそりゃそうだよ、えー、自分学校で3人出た運だけどかかるかかるそうそうそううんコロナも運だし思う気もしてくるよねうまあ運ねうちの近くの高校コーナーめちゃできてきてるどれだけ対策しても結構学校でも出てきてんだみんな 俺結構、ま、周りいないからさいまだにそうスタッフかメンバー1人ぐらいかかってくれたらさ俺ももっとさうわーやばいって危機感持てるんだけど今んとこ、ま、なんかね不幸,あの幸いね不幸い周り1人もいないんですよコロナウイルスかかってる人ほんとかやってこいつら本ほんとちゃんと言って、うんほいやほんとでしょ <laughs> <laughs> 嘘ついてるなんだってさすがにないとウ、まあ、嘘つけないと思うからねコーナーかかったら、うん、話聞くとねマジでやばいと思うからさ症状、うん、お茶バカあいざんす、はい、周辺の最初の無症状なだけかもねああまあ無症状っていうのもねあまあ、ありお茶バカあいざすのこさん自身かかったらどうしようっていうどうしようってないが心配してくれよ1か月前旦那の会社から3人ああへ結構職場とか ややっっぱぱ学校とかでやっぱ周り出てんすね俺本当にいないいいないからさ今んとこ周り、うん、コロナウイルスえっ、ー、と「ジャパニーズ・ゴートゥ・コロナ」いや「ベイキャンパー対,対策徹底してたよね」でもやっぱいやまあうちの、まあ、NG フェスとかもやっぱ対策もしやる、ね、この流れでねやる場合対策いろいろ頑張っていくと思うけど最終的に運んだからね お邪魔ガイザース結局外出る時点であーそうモノんも電車乗ってあゲームゲームなんかゲームの仕事でねうんまだ身近にいないよ血の毛引くよ身近に来るとまあそうでしょそうでしょ他人事じゃないかんね1ヶ月くらいかかるみたいだからね何が感染したら大阪で何回かフェス成功してるそうです一度かかってはまたかかるらしいしうん いややでもやっぱあの経験談とか聞くとねなかなかやっぱほんと侮っちゃいけんなって思うよねまあ自分もそうだしやっぱ他人に移してねまたそういったのもあるからねうん無症状っていうのもあれやっぱね俺もちょっとうっかり記憶から最近ちょっとやっぱねみんなもそうかもしれないけどそううっかりちょっとそう無症状ってやつもちゃあってだからまあ基本的に 親父にもやっぱ相変わらず俺も会わないように気をつけないといけないしなうんそう人にうつしたのとかね肺炎つらいから、うん、会社行くの怖いあ、うん、コロナの後遺症はげるって書いて,て書かれたくないって改めて思った後遺症あるみたいだしね、うん、だから後遺症とかだからよくわか、まあ、人によってねなんかいろいろねうんいや大変ですよ今うんと ばあちゃんには会わないだろうけど介護で会わない会わなないいとだからああなるほどね介護してるから会わないといけないから気が滅入るいやー大変っすねうん応援しますよ介護とかうん怖いの俺も一言じゃないがんねこういう年になってくるとね後遺症率も高いみたいなの怖い早く濃厚接触したいうっかりは気づかんからうんハゲては治ったけどこうなん嫌だ後遺症とは怖いな うつでお風呂入れん仕事意見あそうファンでもだからかかってるやつねいるかんねこんばんは怖いねまあまあ今生き延びた人もいるねいますけどん、まあ、死んだとは言わないけどそのなんか今も苦しんでる人もねいるかもしんないしねうんなあコロナなうんだからみんなちょっと今年は生き延びただけ自分を褒めてやってもいい,いんじゃないですか はい、こうやって我々僕やっぱ最近言いますけどな頑張ったでしょ、うん、今年何もしてないけどさほぼ、うん、何もしてないけど、ね、ちゃんと自粛して頑張ったでしょ、うん、だから僕はそう偉いのこちゃんもよく生き延びたねそう僕は自分のことをもうそれだけでも 褒め叩いてあげたいよ、うん、仕事終わりにまっすぐ帰ればよい時になんでそれは我慢できないのみんな仕事終わりにまっすぐ帰れば良いだけだのにね途中でラーメン食,い食ったりとかね何してんのってこんな時に、うん、おいもちょっとまっすぐ帰れよって話は本当そうですよはいああボルマーガの見本ですね生きてくれるあいや本当そうですよ毎日生きてるだけで 頑張っとるいやブロマガは別にそんな感染それは本当理解できない、うん、僕も気をつけますはい別に最近はもう外食とかしてないけどうん気をつけますお店潰れちゃうね本当だよねだから今さあの飲食がそっかあの夜10時までなんか営業もだからなくなね短くなっちゃってあの忘年会新年会シーズンこれから稼ぎ時なのに そういうのがねなくなっちゃって本当にあなかなかマジでやばいやばいっていうねうんもっともっとやばかったろうけどもっとやばくなっちゃったってダイヤモンド・プリンセス号懐かしいのはそっからだもんね始まったのね <laughs> 去年今年今年の初めね船からね思えばそうだよねダイヤモンド・プリンセス号あれが始まりだったよね懐かしいな、うん、あれが始まりだもんね 今年の初め、船乗って、あ <laughs> あ。あれが、そう、2月か。もう懐かしいな。大昔、そう、横浜見なあ今年。そう、あれが、そう、あれが始まりだもんね。言っても。いやー、そう、だから今年の2月か。その、それぐらいから、もう1年経ちますけど、なあ。まさか、ほんとこんなことになるとは、って感じっすね。 こんなことになるとはっていうね、感じっすね。くじける人が増えそうです。僕はくじけません。ね。あそんな人が出て、で、まあ、いっぱい出,出てる人い,いる、いるだろうけど、世の中ね。僕はくじけません。ああ僕は頑張ります。はい。やります。まさかまさかで、ほんと、バイト先ガラガラにつ潰れないのがの謎っす。バイト先ガラガラ、あー、なるほどね。いや、わかる、お前に言ってないだけかもよ。なあ お前を心配させないためにな明日行けないきなりだから店なくなって風でもうね吹っ飛んでるかもしれないお前のバイト先ああいやそんなんたバイトだってバイトメンバーに言わねえだろ経営がもうやべえとかうんね恩赦はもう経営がやばいですなんて言わないと思うよ隠されてるじゃんなまさかの事態ですお茶バグあいざんす社畜使いす何お茶バグあいざん 私も頑張ります。うん。2、3年は覚悟してる。俺も。俺もけど、2、3年とか、まあ、ワクチンし、ワクチンとかもあるけど、とりあえずワクチンがね、そろそろできそうな感じはしてるけど、それでもやっぱ来年はとりあえず、またこんな状況続くから。だから来年は覚悟してる。まずは。まずは俺はもう来年は、来年1年覚悟してる。来年1年。まあ、運が良くて、後半後半ぐらいから、だから来年の今頃、 うん、秋,秋ぐらいから元に戻ればいいかなぐらいかな運が良くてそんな長いのそんな長い長いっしょワクチンできても服はしなさそう東京オリンピックやってほしいいやいやあれないんじゃんこの今計画的にこうな貧乏な <laughs> 治療薬とか、えー、治療法次第で早まんのかなぐらいのまあだからそんなの分かんないしね、うん、だから運がよ,よくてね 長くてそう長くて10年そう長くて10年もう本当だよね長くてもう10年っつうかもう本当何年かかるか分かんないからねもうだからずっとこれかもしんないからねうん実は今まだ1年、ね、経つけどねこんなもんまだまだ序の口の入り口でなあうんほ死ぬまで長くて20年はいマスク生活はなくねえけどやっぱまねまあコロナがわねえ 例え収束してもマスクの生活とかやっぱやっぱ我々の生活スタイルビジネススタイルはもう変えてしまったからねみんなも多分リモートリモートワークとか今いっぱいいるけどやっぱ変わ,変わってないでしょこのんか一回ねちょっと落ち着いた時でもだからやっぱ変化の時ですよ2020年ねこれ変化の時期ですよはい。 えーっと嘘でしょ」って言わないが「スーパーパンデミックツアー嘘でしょ」ってむしろなんで「嘘でしょ」って <laughs> ってかもうぶ,ぶっちゃけだってもうみんな覚悟してないのかなって思っちゃう俺は別にこうやって言ってるけど、うん、普通するっしょ来年とか長くて10年でもうんねこんな状況になってたら現実を見ないと、うん、普通になるでしょ、うん、なってないのは逆に俺はわからん ね、もう過去ね普通にするよなこんなんなん過去ね戦争だようんね <coughs> 最悪死ぬまでこれかなってね <coughs> してるしてよ失業したからマスクしてママチャイドっていうと過呼吸になりそうだよえー、こんなん今までなかったもんね我々生きてる間そうなんかなとりあえずこの100年間100年間の間にはねなかったことなんかな 受け入れた方が楽なら、野子さんに会えないまま死ぬの嫌だなってコメントたまにありますけど、他のやっぱアーティストに比べたら、こうやって喋れてるかんね。うん。だから、我々なんてまだいい方ですよ。うん。やっぱそこら辺の価値基準も、そうそうそう。やっぱ、やっぱいまだに配信っていうもの,ものがやっぱね、無理かもしんないけど、俺は心バーストさせてやってるし、うん。届いてるものは届いてるでしょ。 だから俺は他のそこはまだねまあまあまだそうそうそう受け入れられる人はねいれない,いないかね絶対的に俺みたいな人って当然さ少ないかもしんないけどあ感覚ね感覚ねまあでもやっぱり、まあ、直接リアルにね会った方がねうんリアルにミーティングした方がまあそれはやっぱりぬくもりティーがありますからはい。 今度一応このままいけば <laughs> このままちゃんと行けばベイキャンプでもねあ会った人はいましたしありがとういやこれライブで会えないって言っさスキャンダルで見かけるパターンが <laughs> <laughs> ライブで会え,会えないこの期間スキャンダルで出てくる <laughs> いやだからいろんな登場の仕方があがあるじゃないですか別に元気だ元気だからいいじゃん死んでるわけじゃないんだから 自殺とかじゃないからいいじゃないですかリアルであったもん現地行けない耳生えてるってさっきからどういうこと耳耳が生えてるってなんかなどういうことなのあこれかこれのこと俺たまに髪型こうなるんだよね起きたばっかとかうん起きたばっかの時寝癖がやっぱ俺ひどいからさそうこ,こうなるんだよ結構髪伸びたかんねなんだかんだ VR 流行りそう髪の毛笑えない事件も多いリアルで会いたいよね寝癖 髪の毛の跳ね方、うん。でもたまにこここうなる。うん。可愛いよね。確かに。サリーちゃんのパパ。うん。両方。そう、くるりどんな寝方しとんゴロ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 。俺めっちゃ寝違えるから。うん。めちゃめちゃ、あの、体勢俺変えないとダメな人なんですよ。なんかさ、ね、寝る人の中にさ、こうやってさ、死んだようにさ、もうこうやって寝,寝る人いるじゃん。垂直に。 すごいよね俺あれ無理で俺多分ね10分ごとにゴロ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 してると思うようん10分ぐらいも,もうこうやって超あのもうゴロゴロ猫耳みたいで可愛いですよねうん寝返りそう寝返り率がちおじいちゃんそりゃ <laughs> 起きた時腰痛くなってない大丈夫大丈夫腰だからそういうことしてる人の方が腰痛くなんないんでむしろ垂直にこうやってあ寝返り寝返りを打たない人の方が 腰痛めたりとかいいいろいろ体悪くなるって,ってインターネットに書いてあるだから寝返りが別に多いのは全然いいことなんじゃんそう腰とかにはそうゴロゴロした方がそういいんですよはいえー、ゴロゴロしてベッドから落ちてそこまではいかないけど <laughs> うんまあ落ちたことも何回かあるけど睡眠中の姿録画してみたいけど俺配信したことあるじゃんあのね睡眠あん,なんだっけ睡眠配信うん寝配信かうん あの時だってゴロゴロしたっしょ。ね。懐かしい。落ちないのがすごい。たまに私は手が痛くなる。そう。枕があってると寝返りもしやすい。身恵いて寝るといいらしいよ。そう。博学だな <laughs>。雑学です。はい。ほんと何でも知ってるからね。何でもね。うん。でもまあまあ。ソファーで。あ、でもソファーでもたまに。でも最近なんか増えたの俺。グーグー言ってた俺なんかね。 ななんかかんかかわい最近ここで寝ることも増えた何なんだろうななんか疲れてんのかわかんないけどうんいや普通にけどねめっちゃ気持ちいいんですよここ <laughs> 小さくいびきしたねなあいびきいびき可愛かった意外にいびき返ったもうおっさんだが。右下にして寝たほうが消化にいいんだよあそうなんだへえ寝言,言言うのかな、えー、寝方が独特 ソファー疲れ,取れなくねいやお前んちのソファーと違うから俺んちのソファーは本当にめちゃめちゃ気持ちいいからああめちゃめちゃ気持ちいいから俺んちのソファー脳ちゃんはどんな時に成人不安定になるってないがどんな時なんてあの決まってないですいきなりです理由がないです俺理由がないんだよ、うん、理由ある時あるけどその本当理由なくていきなり落ちる時期です、うん、病気なんでそううん、つ病なんでもう本当に えーボロボロだけど、ね、寝る場所からとうつ開けましたえーソファーで寝るの気持ちいい安眠ソファーうん俺はほんとソファー気持ちいいから寒くなりそうソファー寝ると汗すごくかかないいや知らないよ <laughs> そんなお前お前毎ちのソファーとオレンジおのおのいろいろあると思うからねそのね質感が <laughs> 知らないよとりあえず俺んちんのソファーは寝やすいのはいー包丁でそうっすああ どうしよっかな5時かあてか俺お,お酒飲んじゃったから今日どうせ外出れないわうんお酒飲んじゃったからねそうそうこどうせコンビニとか外食はちょっと本当に控えるけどコンビニとかもちょっといけんわよくわからん時全部低気圧のせいにしてるうん鼻が悪いといびきかく何食べるえ適当に カップラーメンとかコンビニで買ったエビピラフとかエビピラフとか食べるよブロマガはいや今日でも明日まだあと4日あるから別にある時ありますよはい、えー、またカップそう言ってたら原因ないから病気だなって自覚するあ俺みたいなねうんだから俺もそうだしお酒ねそんなの病気のせいにしとけんやもんとりあえずスーパードライ美味しいあ俺スーパードライ飲んでたんだそういう 俺自分が今ちょっと今日,今日の配信ショックのあまり今ね流れでビール飲んだけどスーパードライ美味しいっすね、はい、スーパードライを飲んでるとは思わなかった今自分が俺和食大好きだよ超大好き自分がスーパードライを飲んでると思わなかった、はい、あんまりへこんでなくてよかった えあもう、うん、大,大丈夫ちょっとも,うもはやもうその話しない <laughs> しないしないもう大丈夫だからもう俺は前に進んでるからついに前にこういう時は突き進んでるから、うん、全然ブ,ブロマガなんて別にあ全然いいやあやるよ、うん、またちょっとぐらい書いて今月はだからこんなそんな感じになると思うでも俺童話2つやったから大丈夫大丈夫って <laughs> いや別にボリューム的にはそうそうね 動画をドキュメね、あの、天使は地上あの PV ドキュメンタリー一回あげて、ドキュ、ね、ネミーメンタリーも今出すから、やって、ね。だから、大丈夫、大丈夫。<laughs> いや、でもそういうの、やっててよかった。うん。やっててよかった。うん。天使は地上じゃの、PV ドキュメンタリー作っといてよかった。マジで。あ,あそう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 。よかった。あ,あ、ちゃんとやっといてよかった。うん。俺も、だからそれが、 あるからまだ心持ちそうそうそうお茶バガーザンスうんんかそうお金払ってる人たちに返すってないのって気持ちは罪悪感ないああ覚えとくねえ書、ー、けたところまでアップしたらいやだからまだつ書きます書きますまだつつ思い思い続ますもうだいぶなくなっちゃったからねうん恋愛相談がなくなっちゃったノルマクやっててよかった青春やガーザンスうんんでライターじゃなくて抹茶のかっこいいから 前もってやってた覚えてるうちに復元しなくても大丈夫いやでも忘れないようんいやだいたい覚えてるでももうその通り書こうとも思わないぶっちゃけほんなんつうかだからねいつも言ってるけどマジ1週間以上かけてやってるからもうもうっか同じことしたくないよね <laughs> 別に覚えてるけど内容もうっかなんか同じこと書こうなんてちょっとモチベーションやっぱ上がりづらいよねうんいいこと返ったんだけどね <laughs> いやちょっといやまあ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 、はい、まあでもまあちょっと残ってたら書くかもしれないちょっと短縮してちょっと短縮して書けたら書きますはい最近はあんまり字を大きくしないから読みやすい挨拶はい俺もちょっとスタイル、ね、たあの変えて変えてってますよあの文章のね野呂さんのブロマがほんとすごいよあなるほど写真いっぱい並べとくしかない日記また書くのかうん記憶力いいのな いや記憶力とかまあ普通にいつもやっぱ印象に残る言葉言ってるから大体うん私はブログ消えても同じ文章を書かないいやそうでしょうやっぱみんなも消えると消えるよねブログねあれマジショックだよないやもう思い出したくないやめて本当。う <laughs> ん <laughs> いや結構これみんなも経験してる人でしてると思う、うん、俺もなんか別に今回のブログブロマガじゃなくて昔やったことあるもん普通のなんかね普通のブログやってた時 書き途中の文章が消えちゃったりとかああ文章もすぎる550は安すぎるよってないがああもいいよ他で取っていくからまめに保存してるもんある知りたくなってきた助けて無理ですもう俺もう配信してんじゃねえか私は同じの書いちゃうブログーバックアップしないと怖い、えー、卒論でやって泣いたああそういった土地で消えたねうんまあそうデータ消えるっていうのはそう頭回してもポッカリになっちゃうポッカリしちゃう うん、そう脱力感半端ないでも俺別に今回ブロマが初めて7年間やってきて初めてこれ経験してるけどでもやっぱり曲作りのあっち,あっちに比べたらまだマシ俺やっぱ今まで曲作ってやっぱ停電とかでも、ね、プツンって一日、ね、その一日って言ってもやっぱそアイディアなんてその瞬間しかないからそう。 アイリアンなんてその時に出てきたさメロディーとかそういうのも詰め込んだりピアノとかストリングスとかさバイオリンとかいろいろドラムとかさもうそれが全部真っ白になってさそれ俺結構10回ぐらい今まで経験してるんですよもうあの時家ぶっ壊そうなって毎回もう家ぶっ壊こうやってもうねもう毎回毎回ねやっぱねダメですね悪い癖っすね物に当たっちゃうっていううん耐えるけど10回ぐらい経験してるよ俺もうそのために家ぶっ壊してるうん 停電も経験しうん停電も経験してるそれは大変だだから俺お茶バガーアイザース今までも今までの曲とか「花ちゃんアリスカ」とかも覚えてるけどあれだって「花ちゃんアリスカ」とかも別のメロディーラインとかあったはずなのにもう一回消えちゃって <laughs> あれも作った時ね消えちゃってまた新しくメロディーなんかそうそうそううんあったよ力抜けます メンタルに来るないやけどねなんかメンターにそんなにこれ引きずんないかなもうある意味一回だからバーンってやうわーってなって発狂してすぐ結構切り替える切り替える方だと思う俺はあんまりその時すぐ切り替えるかな発狂うん発狂はするんだけど一 <laughs> 回吐き出しちゃったらうん切り替えられる方だと思う今までやっぱ経験してる分そうかも だから今回のブロマガなんてまだ余裕ですよ。うんまだ余裕。割とメロディーって時間かかんの。いやメロディーが時間かかるっていうかあの打ち込むのね。あのピアノとかバイオリンとか。うん頭の中に鳴ってるものを具現化ドラムパターンとか具現化すんのがやっぱ時間かかるから。お茶バーザースフロッピーの子に比べたら、えー、さっきちょっと発狂したね。いやだからそうそうあん,あんなもんまだまだっすよ。うん まあ,まあまあそうあんだけど物に当たるのはよくないなってこれ毎回思ううん物にあでも物に当たんなかったら何すればいいのなうんいや本当に物に当たんなかったら俺ど,どうすればいいんだろうねその時ってどうしたらいいのこれってそう人に当たんなきゃいいじゃんまあまあ最低ななるほど走る寝るいや俺年、ね、々、ね、走るかカードを浮かす叫ぶだからまあ叫ぶとか うん、野菜を切るあ走る声出すうんでも声出しながら走ったらうるさいじゃん俺とかやけ食い。い、う、や、ん、声出しながら走ったら迷惑になっちゃうじゃんそれやったらまだうちでさガン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 暴れた方がよくないうん冷蔵庫に閉じ込むかっこいい具現化みじん切り確かにそうなの うん、でも俺は本当に自分の周り俺別にキャベツとか、ね、刻み倒さないし料理とかもしれないし走れないし、うん、声はそう出せるけどうるさいじゃん声出したら警察呼ばれるしだから結局モナには酒飲む、うん、酒飲んでな、まあ、もうそういうのじゃんいや走るっていやなんか分かんない走るって多分慣れ,れないと思うなんだかんだうん 慣れんのかな、うん、結構俺すぐなんかもう勢いでそのまんまやっちゃうからダメだよねすげえ感情的瞬間違和歌式みたいな人だからだからやっぱ悪いとこいいとこでもありきいやでも残さんはこれでいいと思うんだけどねうんマジで瞬間違和,違和歌式だからさ抑えられないんだよ感情が。 だから走るとかなんかそれもムカつくの走るっていう手段とか、ね、キャベツを切り倒すとかなんかそれもでもムカ,つムカつくはムカつくっていうか <laughs> わかんないいやなんかよわかんないけどスタジオ破壊したことあるいや俺多分人んちとかスタジオとかは抑えてると思うちゃんと今までも発狂したことあるけどうんー蹴っ飛ばしたことあるかなあるかもレコーディング中 チっこくなくて好きだよ物に当たって怪我したことあるからもうしない人と暮らせんだろ人には当たんないんじゃんうあ、ん、とで後悔することあんの人に当たった時時段だもわかる大会すんのも腹立つそう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 ねうん佐都ちゃんち壊したいやまあ確かに壊したねうんぬいぐるみセカーハウスのドアだけかいや他セカーハウス壊した だからいやまあだから気をつけないとね、うん、だからね人んちとかねはい何かやばいやつみたいじゃんスタジオ丈夫だから壊せないいやまあ気をつけないとねはい「セカオは海外向けのアルバム出たね知らないさあん?そうだの」なんかたまに海外向けにやっぱセカワってなんか出してるよねアルバムとかさ、うん、頑張ってるよね地道に。 セカオなんか海外の海外進出ってやついやかなり難しいと思うもん海外進出ってああなかなか難しいと思うよああいうのああ成功してるだって日本人アーティストってやっぱそうそういないじゃんああ申請かまってちゃうみたいな方がむしろ俺はワンチャンあるんじゃないかなってやっぱ俺らね俺らみたいなさああ今こういう期間だからあれだけど うん、コロナ期間じゃなかったら俺もねアワーな GoTo アメリカとかね台湾とかねチャイナとかどこでもいいけど精神薬アイザンすパスポートもせっかく取ったのにさなパスポートもね取った矢先にコロナーウイルス来ちゃったからねだって今年はだってそもそもさみんな覚えてる今年はそもそもアジアツアーをする予定だったんだよ新生かまっちゃって本当はこの時期今俺だから台湾とか韓国とか中国いる予定だったの本当は <laughs>。 もうそもそもうん去年計画したんだよアジアツアーをはい勝手に海外進出してるしね申請かまっちゃうまあねパスポート、えー、海外ツアーアジアツアー行きたい台湾とかツアーったらついてってみたかったねガチガチガチうんガチでアジアツアーだからコロナで結局やっぱなくパスポートだからとそのためにとったんだよパスポートうん去年あ去年ね去年の暮れ 初見です嘘つくなお前ルーちゃんでパスポート作ったり見たかったエエトリ英語や鳥は英語本当に行く予定だったよそう本当に行く予定でしたうん本当の本当にあのアジアツアーは計画してましたスタッフと、うん、ちゃんと天野さんマネージャーのその時のマネージャーの天野さんだってそのツアーの,あの代行してくれる人じゃないけどなんか中役の中立の人とも話してたんだよ、うん、ちゃんと話したんだよ、うん 韓国ししてみてみかった、ま、たたまパスポート見たい韓国行き,行きたかった韓国にもファンたくさんいるしねたくさんいるの <laughs> たくさん <laughs> たくさんはいないだろう <laughs> ー、うんたくさんはいないだ別に海外でルルちゃんとかも別にさ今か、ね、英語のコメントとかバズってるけどやっぱ何回も言ってるけど現地行かないと現地のインターネットのファンはいるかもしんないけどそのやっぱ現地まで。 足を運ばせるっていうレベルうんやっぱそれまた俺別物だと思ってるよ。俺今んとこね。わかんないよ。これでいざさ中国とかアメリカとか行って1万人来るかもしんないし。<laughs> うんね。わかんない。うん。ちょっと行かないとわかんないとこだけどでもやっぱそ,そ,そんなもんじゃん。やっぱ誰だってさインターネットでさ別にさそのね。 あまあ、おうちらみたいにちょっとバズっててもあいざそのライブとか「新居人の効果」とか言うけどあいざやっぱやっぱ現地でちゃんと下積みそのライブとかやっていかないと下積みそれあってやっぱみんな日本人のねアーティストって海外で受けてる人ってみんな下積みしてるもんライブで。ああのアメリカだったらアメリカ国内を。 そそそうそうそうぐるりってバスツアーしたりとかワンオクロックはそれでちょっとは成功してきたじゃんワンオクロックうん音楽性はさちょっとなんかいろんな音楽ファンとかにきつくさ言われたりしたわけじゃんワンオクロックってまあなんかああ言った音楽ってワンオクロックみたいなねワンオクロックだけじゃないけど <laughs> 別になんか別にもともと海外ではね全然海外だけじゃなくているじゃんみたいなでも地道にさ ワンオクロックは俺もねファンだから見てきたんだけどタカのインスタグラムタカのインスタグラムを見てきて本当にあいつら地道にさバスツアーとか毎年毎年地道にちっちゃいとこから回ってんのそれでちょ,ちょっとずつちょっとずつやっぱね現地のライブを運んでくれるファン増えて増えてっていうところ俺見て,見てるからやっぱ結局さやっぱそういうことなんだようん結局そういうことなんだよ今来た仕事終わってお疲れ様です 真面目だよねすげなすごいよコツ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 で詳しいね俺ワンオクロック好きだもんうん現地の口コミだからセカワとかもだからそこらやっぱコツ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 さやってるわけじゃんね俺も昔から話聞いてるけどさ海外行ったりとかさうんでもそれでもやっぱね難しい時は難しいと思うしうんそれでもねコツコツ地道にやったとしてもね かまってちゃん、ピョンヤン,ン,ヤン放送出てほしいって言それ。ピョンヤン放送って危ないやつじゃない大丈夫なやつ、ね、<laughs> 大丈夫なやつなん <laughs> か。そんなに地道にして。海外の方が下積み大変そうだけど。うーん。ちょ、ちょ、俺もちょっとわからん。うん。これで新生かまっちゃんポッと行って、マジで1万人埋めるかもしんないしね。あーな。逆輸入パターン。 あるかもししないしね昔で言うとボアダムスとかあのあとだあの少年ナイフとか少年ナイフとかな逆輸入ベイビーメタルとか最近だったらベイビーメタルとかベイビーメタルだっけうんベイビ,ビーメタベイビーメタルとかベイビーメタルとか逆輸入アイドル並みに、ね、ありエるだから何ちょっと行かないと分かりません新生か抹茶に関しては。 ま,たねまあ、まだ夢あるよねでも俺はちょっとなめてないけどまあまあ分かんないよねだから行きたかったんだようんピョンヤはやめような今ならルーちゃんだけ来る人もいそうだでも俺本当とインスタグラムのフォロワーとかメッセージとかインスタでもツイッターでもやっぱちょいちょい来るかはねなあボ、うん、アダムス海外受けしてるのむしろ海外受け結構してる方じゃないコーネリアスとかうんああ <laughs> コロナ目 いやーでもこんな話しても結局コロナウイルスだから <laughs> もうねーーいつになることやらってわ、ね、海外に行けるのもね <laughs> 本当 <laughs> これさーマジさーいや別にー俺思うんだけどこういうの例えばさ海外帰れない人とかもいるってことっしょえこれって今このタイミングで そういういい人もいるわけやっぱだから帰れないとかあとはあのやっぱ遠距離遠距離で国際恋愛とかしてる人とかもどうすんのもう愛が試されるような結局タイミングは楽しみ待つしかないだと思うね話すのでまあでも海外に人たとレコータイとか紅白シミュレーションも大事行った気でもって来れない人いるえー、いるんだやっぱ行った気でもって来れない人って。 海外から帰ってこれない人もいるってマジでそれは行き来は少しは緩和されてるでしょそう緩和されて戻って友達アイルランドから戻ってこれないお茶爆ックアイドハウスうちの会社の中国人の子実家に帰れないえマジでなかなかそれはきつい話っすねああまあもう恋愛どころじゃないよいやそこはけど愛が試されるでしょうあ,あ 愛が愛があれば、そんな1年でも2年でも。ね、10年はちょっとわかんないけどああ。大丈夫でしょ。お茶バグアイザ留学中のない友達はロシア。ロシアから帰れてない。え、本当にえ、結構あるんだ。フランスでアジア人ああ。え、そういうの結構あるんだっていうか、海外に行って、あの、帰ってこれないっていうパターン。戻ってこないの結構きついよね。 それっっててくない人によってはお金とかだってさいやなんかその例えば,3日,、ね、んばん3日間とか1週間とかこんばんは3日間とか1週間とかそんぐらいの滞在考えた人ってそれってどうしてんのそういう人って旅行気分で行った人ってそれで帰れない人ってやっぱいるのそ,れそういうパターンもお金とかそうどうすんのそんなうん。 旅行で行った人相当大変っていうか死ぬでしょ <laughs> 大変どころの話じゃないでしょ相当大変どころの話じゃないでしょ、うん、もう死ぬでしょ <laughs> 泊まるとことかなくねそういう人もちゃんとやっぱ保証とか国からなんかケアされてるってことうん旅行なら滞在期間も決まってるし仕事お疲れさまですうん あ隣国の大使館に世話になってるってああそういった大使館に行けばあそういう時の大使館なんだへえ俺ちょっとよく分かんないお金とかだからなんかそういう時に大使館ってのが行けばいいんだへえちょっと俺分かんないわ旅行した試合ずっとニューヨークの友達にお世話になってるってああそういう人もけどそういう人そういうもなんかね最寄り駅がなかったら大使館かそういう時の大使館なんだね えー、勉強になります困ったら大使館なるほどねはあいやーそうなんだね大変だねやっぱね大使館を頼るしかー、えー、お茶ばっかですあすでもこんなもんか,かえ本当にかえ帰れないってこと、うん、大使館で申請かまっちゃいけない <laughs> <laughs> やばい <laughs> マジで <laughs> 大事<時>か<間笑>うんやばいねじゃあ俺俺やっぱ俺なんてまだまだいいまあまあこんな時期だけど大変だけどやっぱり世の中やっぱもっと大変な人いっぱいいっぱいいるんだねまあコーナーにかかってる人もそうだけどうんこんなやっぱ配信でグダグダ喋れてるだけ幸せっすわ野茂さんのキャス見てると勉強なら僕も ああ大使館っていうのを今日初めて使い方を知ったよああ、ね、困ったら大使館行けばいいんだね海外ああ新しい色強い我らはマシアナでな死ぬしかなくなる千葉のそ何空が紫ってニュースもあったってどういうことそんな知らないよ俺俺見てないよ、うん、俺のとこだけ紫になってないよ、うんまあ、俺も外出てないけど のこさんのキャストはなぜか引っ込まれちゃうえお前が信者だからね今ブルーレイ届いた <laughs> 遅くね <laughs> え今ブルーレイ届いたやついんのあでもなんか Twitter のリプ,ラリプランとかなんかそれでも最近やっと届いたっていう人なんかいた DVD なんかグッズねあのねずみくん T シャツとかうん通常版だよってないがあ追加あ追加販売の方ってこと 追加、最、あ、再販分ってことあ、それが届いたってことあ、それも買ってくれ。あ、そっちも売れてんだね。だからそういう情報がなんか、なんか来てないんだよね。なるほどね。<laughs> 我らメンバーに多分来てないと思う。うん。なるほどね。キャンセル分あ、なるあ、なんか通常、あなな、とりあえず追加分ね。あ、なるほど。あ、それももう、ちゃん、あ、ちゃんと売ってたわけね。あ、なるほど。はいはい。来てないの。はいなんかね、やっぱ抜けてるとこ抜けてるんで。はい。<laughs> だから俺,俺からいろいろ聞いてるもう最近俺から頑張って聞いてるはいいやでもやっぱそこはやっぱだってまあいろんな事務所も体制変わったからさうちらもうんそうそういろいろうんだからむしろ俺が先輩だし別に新生かまちゃんって別に結局自分のことだから自分からやっぱ聞,聞くよ、うん、でも、えー、ツアーファイナルはブルーレイだけの出てるよ 再販分とはまた違うね追加分公式ツイートあなるほどね <laughs> いやまあまあいいよ、うん、なるほどね買ってくれたらありがとうございますはい DVD まだ開封してないもったいなくてわかる、うん、俺は新生かまってちゃう劇場版も10年前のその映画ももったいなくてまだ開封まだ見てないよ開封してないしうん のこさんのスタイルは変わらなくて好き。変えようがない。<laughs> <laughs> もう、行くとこまで行っちゃってるから、変えようがなくないしかも今、このコロナで、四方八方塞がりでああ、変えようがないよな。うん。映画見たことロックンローラー。 めんどくさいさすがのこさん普遍的俺多分ねずっとねこんなスタイルでけどなんだったらマジで死ぬまでやっていくと思うよな、うん、いやできることが減っちゃったって言っても、うん、でも別にこれでも俺は価値があるもんだと思ってるしな、うん、やっぱさっきも言ったけど他のやっぱね、うん、人間と比べてこういうことができてるだけでも やっぱり、うん、かなりある意味神聖かまっちゃうんでやっぱ改めて強いと思ってるようんかこうやってお金稼げれたりとかねうん家、e、配信だよレパートリーをまあ何だかんだでねうんそうそうそううん楽器弾けたりとかするからねこれが確かに雑談だけだったらなかなかね <laughs> まあ別に俺は大丈夫でも まあ、みんながついてこれないっていう人も出るかもしんないけど本当にさ話は聞ければいい、うん、今日は今時のっきの子聞いて号泣しながらバイトしたあああとねうん配信者が金までたどり着ける人一握りだよなえなんで今だってだからメンバーシップ誰でもできんじゃん配信者うんまあそっから稼げるかどうかはそいつの魅力次第だけどね サブスクまあまあそれはファンクラブって全部同じだけどそいつの魅力次第だよ稼げるかどうかインターネットでまあ YouTuber でも誰でもそうだけどねインターネットでお金を稼,げ稼ぐ方法はそうお茶ャガーザンス初心者には無理って当たり前だろ <laughs> 当たり前だこっちをお前こっちとらもう12年13年やってやっとこのねそれだけじゃなくてねこんだけ魅力と才能があって 何よりもそれがあって金を手に入れてるわけだからね俺ってだからそんなもんそこらのやつがさなあツイキャスのさこのメンバーシップもさ5千とか3000とかわかんないけど初めてねうんなかなか厳しいと思うよ私がメンバーシップしても誰もあねんモエド・シャンドってないそれノコさんだからできるんだよそうだよ才能やっぱ才能でしょ魅力才能うんまあそれ,そ,れそれはそれはそれはそれだから結局そんなもんさ シラフじゃ画面に向かって話すよって俺もそうだようん頑張ってんだよ俺もちょっとはでもまあ最近は全然うんラフにてか俺配信はマジでラフにできるようになったよね昔に比べてうん全然酒飲んでなくてもできるようになったしうん本当にラフにできるようになった配信って昔は配信恐怖症とかねいろんなことを言ってたけど 全然そんなのね今やっぱなくなったもんなサブスク2つやめて準備してるああネットフリックスとかアマゾンプライムとかやめ,やめて俺が今,今後そういうことやってったらすごいよ髪型がデビルマン声のトーンは変わったよねそれよかった、えー、頑張るって精神力がないと無理だよそうだよ、まあ、精神力がないと無理こんなもんはあ何よりもやっぱ忍耐も込み込みでねうんまあ続けるっていうのは何事もそうでしょ 仕事でも何でもいいけどな続けることっていうのはうんだからそこら辺は俺は自分が強いと思ってるうんやっぱこんだけねこんだけ上下して気分上下してさいろんなことあってさこんだけやっぱ神聖かまってあの神聖かまちゃん僕がここまでやってさここにいるわけだよこうやって力強くねここまで力強くここにいるっていうねやっぱかなり やっぱり、うん、精神力というかパワーがなんだかんだである人なんでしょうね一番すごいことだと思ううんまあ継続力ねうんやめたくなったことあるいや俺多分ねないねあるねあるかないや俺配信はないかもしんない申請かまってちゃうはある何回もうん申請かまってちゃうは何回もやめたくなったことあるよ俺けど配信はね ない配信,特別配信やめたいなとかうん特別ないねうん <coughs> 続けてきたのにええー、ほにすごいメンタルがすごい、えー、そこがすごいと思って気になり始めたこんにちは何回もうん申請かんじゃったら売り行ってんじゃん毎年やめたいって言って毎年 <laughs> 毎年やめたくなる時なんてあるって行ってきてんじゃん もう辞めたい時やっぱ仕事がやっぱ俺,俺もやっぱ新生かまちゃんって言ってもそのビジネスだからさまあ言ったらあれなんだよ事務所だよな事務所とかメジャーミュージシャンやめたいってことなんだよね俺が言ってんのって新生かまちゃんやめたいっつうかメジャーミュージシャンっていう仕事をやめたいってことなんだようん結局あやっぱそうそう,集,そう集団での活動ねそう <laughs> そう集団活動 <laughs> 個人だったら一人で全部やってたら そんなんストレスなんかないっすよだから多分俺配信とかこういうのって個人でやってきてんじゃんだからないんだろうな <laughs> うんこれこれとか全部一人でやってることってある意味、うん、自分ちで作曲とかさやっぱ集団活動ってなるとやっぱね自分のことだけじゃなく,な,くなるしねあメンバーのことスタッフのこといろんなこともひっくるめていろいろ考えることとかね悩むこととかいろいろあるわけだしさ そう自分以外の人間かかるそうそうそう一緒に生きてるだけでマジで幸せありがとうございますえノコニャンの魅力が私を話してくれないうんノコさんがどっかで働く未来あんのかないやわかんないだから俺も別に舐めてないけどうん明日もね自分がこうやってインターネットでさ稼いでるとかいろいろ余裕がないぶっこいてるけどさ、うん、ただやっぱいつねバイトするとかしなきゃって時とかわかんないよ、うん、プロデュースよ 毎日メンバー配信なら配信も嫌になりそうだもんまあなんか確かにねうん一人へできることは限られるからむずいいや嘘でしょ逆なんだけど俺、うん、集団でやった方が限られるんだけど、うん、むしろそうじゃない集団大変集団高度のが限られちゃうだからその限られた中でいつもいかにして発揮するかっていうのをテーマに頑張ってきて,きてるけどね、うん メンバー以外ともも関わらなきゃですもんねうんでもそうは言ってもなんだかんだ別にストレスはやっぱまだこれでもない方だと思うけどね新生かまってちゃんって、うん、やっぱ俺スタッフとかメンバーとか、うん、一番ねめちゃくちゃすっかってやらせてもらってるから <laughs> そうそうそうなんだかんだやっぱわがままだと思いますよ僕の、うん、こうやって言ってんのもはい。 えー、素敵地球も捨てたもんじゃねえなってバイト先に突きそうゴーストライターバイトのこさんがネットから消えちゃうのは罪ですこんばんは久々はこんばんはうんャ社辞めても廃止は辞めないだから配信が辞めるなんてことはないわけじゃん別にインターネット回線がそこにあればな別に配信辞める気だから何回も言うけど俺だってネットから消える期間はあると思うある時はねうん ななないいいかかもしんないしあるかもしんないしししあるこれからのことは分かりませんはいねでも最終的には持ってくる時は持ってくるんじゃんって思うけど、うん、うまくいってるってことはねうんうまくいってるなんだかんだうん大事にしてるからこそいろいろと恵まれてますねうん恵まれてる幸せ者だよ俺はうんほんとそう思うこんなに愛されてな生活は一人でできるのに仕事は難しい 終わりはない録画見て待ってる猫ちゃんの T シャツ可愛いですねあこれねニャドラ猫のこの T シャツ停電が一番の敵だう、うんトイレ行きたいちょっとトイレ行っていい 猫リアルって懐かしい <laughs> リアルだ猫 <laughs> 猫リアル <laughs> ああ最近よく見かけるなああいやーちょっともう6時かどうしよっかな一回ちょっと終わらそうかな今仕事終わりの人もねそろそろ出てくるかもしんないけどあん。 俺もちょっとあの突発的に配信始めたけど別に配信やりたきゃまた夜やればいいし、うん、またやりたきゃ一回終わらす、うん、トイレットペーパー横向きに置いてあっただってもう話すことねえじゃんブロマがいやブロマがだからねやりたいや続きやろっかなうんこんなにねもう天才が 魅力的な人間がいるのにおお前ら会話尽きてんんじゃんお疲れ様ですな聞いたいことねえのかよなんかうんコメントも減ったじゃんお疲れ様です、うん、こんなにね向き合ってコメントも読む人間がいるのにこんな機会そうそうねえぞまああるけど <laughs> 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 こんばんは、うん、またね ね、本当に10年後にな何かもしんねえぞ、うん、お疲れ様です今月だけで17回やってんの配信めっちゃやってるよねなあでもなんかわかんないうん暇なんだろうな <laughs> 方角フォークって聞く 吉田拓郎とかけど聞いたことある人間なんてララララって12月の予定は NG フェスだけだから暇なんだよあと配信 <laughs> 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 また配信しますああまた配信しますいやライブ後に配信してくれたの嬉しかったテンプターズなな何それお茶バアイザンス最後に部屋掃除したのいつですか わかんないえでも俺今年やった気がするよ夏とか部屋掃除したのなんだかんだ部屋掃除してるよとたまにで汚くねえもん俺んちってうん俺んちってなんだかんだ別に汚くはねえもんうううう <laughs> 夕飯作りながら聞いてますお疲れ様です自宅ライブ配信この前やったじゃんコーナー出かけられないから配信あると嬉しいクリスマス配信もやりますしてるんだ そう俺割と掃除ねたまに掃除機好きだからね俺うんゴミないよね俺掃除好きだからねなんだかんだうん嫌いじゃないから <coughs> 自宅ライブ配信この前やったろうがだからうん3日前ぐらいにやった,やったばっかだあれ十分ライブ配信だったろうがねえアメアンピッチャーもやってねえこさん豆だよねダイソー掃除機してないうん掃除機はしてないけどお茶バカアイズあせそうぬいぐるみも洗ってたし 毛皮のマリーズって知ってますかって懐かしいな島君とかって今何してんのもうずっと7年間ぐらい会ってないけどうん生きてる毛皮のマリーズもある意味同期だからねダイソン使う自宅ライブ配信また、ね、やりますそう同期島さん生きてる いやそれ生きてんだろうけど、うん、元気 <laughs> 元気うんいやーでもやっぱね色々いろいろ大変でしょみんなはい色々いろいろ大変でしょサンタ愛心みたいなクリスマス愛心やりますよ 怪我のマリーズ終わってなんか新しい番でやったのはそれなんかもう7年前かなんかに聞いた <laughs> ピアノ弾いてるピアノ弾いてるようん25日いやなんか金曜日なんかもしやれたらやるよ 25, 25日は金曜日だったらねうんそう金曜日みんなが見れる金曜日の仕事終わりの夜とかにやりますよ 俺は何回も言うけど正直に言うけど金が欲しいだけだからねクリスマス最新あるっ言って <laughs> それ以外何でもないからねだからお前らがあの毎年毎年やってくれやってくれって待ってる待ってるって俺はだからそれにあの期待に応えて頑張ってるだけだから <laughs> 正直俺はどうでもよくてマジで、うん、クリスマスとかマジでどうでもいいから俺うん土曜日じゃないんだ あまあまあ金曜日か土曜日あまあまあそこら辺でまた告知しますよバイト終わりに行きますそれでも行ってないわうん集金サンタ年越し愛心は今年は1人いやだから分かんないコロナ次第うんコロナ次第ではそうだよね1人かだからモノ君と2人になるか美沙子はねあのイメイメージじゃなくなんだっけあズームだイメージてズームで参加とかになっちゃうかもしんないうん千葉県以外だから クリアスプレゼントは贈れるってないかえだからお金うんズーム配信収益あ事務所に送れるかってことそれは無理でしょ、うん、そういうのはもう誕生日の時あれ特別だったから、うん、そういうのは多分もうないんじゃんモノ君来ないとこ想定やバいって全然やばくね一人できるよまあお前ら気持ち的にあれかもしんないけどまあメンバーねメンバー配信ねと特に今年こそ、まあ、うちで我が家でやってないからそれはメンバー3人ね ああ集まってああ見たいだろうけど俺もやりたいよああこんなんもんだから分かんないじゃんね状況次第だよああ状況次第欲しいものあるって何がえ愛とかねうんタンプレもそうそうそう誕生日だよ本当に状況がねそうそうそうだから状況次第だからこんなんしょうがないむしろ俺がね美沙子とか モノ君とか呼びたいって言ってもお前らが止めるかもしんないからね普通に <laughs> うん、やめろやめろって、うん、年越し愛しをお前一人でやれって俺なんかそんな流れにな,るなりそうな気もするよコメントなんだかんだでううん、うん確かになんか他のアー,ティストアーティストさんと配信してんのを見てみたいだってやんねえじゃんあいつらなあ俺みたいにこうやってなあ もうキッチンとかわかんねえけどこうやってお金の集金とか目的何でもいいよもうプライドが高すぎるんだよ、うん、プライドが高えのか何なのかよくわかんねえけどやらねえじゃん山口一郎ぐらいあげなやったとしたらだからみんなインスタグラムしかやんないじゃんなインスタグラムのさあのインスタライブかみんなあれじゃんうん別に俺インスタライブやんねえしうん なんかインスタやっぱ空気違うじゃんうんインスタグラムと比べてやっぱツイキャスって別にねニコニコニコ生がドブドブみたいなとこでねフワチとかツイキャスが真ん中っていうイメージ、うん、インスタがちょっとパリピああまあそうだね陽キャとかパリピとかツイキャスがなんかちょうどいい感じするよねやっぱねイチローさん結構配信してあいつないやや山口イチローさんあの 本当にめっちゃ配信してるよね俺インスタグラム開くたんびにあのイチローさんがあの赤いマークつけて光ってんの <laughs> あの配信ライブしてる状態の <laughs> いやめっちゃこの人配信してんなって毎回思うもん山口イチローさんサカナクションあの人めっちゃやってるよねインスタライブ何なんだろう寂しいのかな寂しいのかなねうんサカナクションのファンも怒ってる人いるんじゃない 曲作れよってアル,バムアルバム出せよみたいなさいやね目覚めたんかなうんまあまあまあ目覚めたっていうのも,もうね、うん、頭痛いんだよねいや頭痛いどころじゃないよ山口さん今結構ね持病でね群発頭痛かなんか分かんないけどたまに親父出てくるよえあそうなのあーもうそれはハマっちゃってますね完全にドツボに。 でもまあ分かるよ。ハマってんのかな。まあそういうことだよ。うん。親父を出して、もう親まで出してるってことは、のこさんコメしない。読まねえんだもん。だから別に俺コメントしても、コメント書くときはあったけど、芸能人のね。やっぱ大体読まれないよね。コメントって。うん。みんな読まないよね。俺ぐらいだよ。こんだけ読んで、ね。こんな近いの。インターネットで、いまだに。不思議だよ。うん。俺は不思議だよ。うん。なんか。 こんなコロナのこの時期になってもさいやこれ先駆者とかじゃないんだよもはやあやっぱな何んなのやっぱなミュージシャンとかやっぱアーティストとか特にさ幻覚を大切にするからさみんな幻をアイドルアイドルとかなんかつが幻をああ偶像をイメージをあーだからそういったのがブレてしまうっていうブレるかもしれないっていうのがあるからしてあのー そそそうそうそうやらこういうことをやらないっていうのは俺もわかる昔からわかってるうんそうそうそうそれなイメージだね嬉しいよ小宮見ほんとすごいイメージ何がすごいのこれ野こさんほんとすごい話膨らませるのもうまいし話膨らませるしかないじゃん俺俺が俺が頑張って膨らませお前ら膨らませないじゃん <laughs> まあ、そんなことないけどこれってこそ、はい、今日見えることも あーブレたそうそうそう,そうかわいいじゃんね俺もそう思うんだよねっぶれたりとか「佐都ちゃんコメント見えない」ってな見えて決まってんじゃんあいつだってよ違うんだってイメージなんだよイメージうんやっぱ普通の人ってイメージとかやっぱりみんなやっぱつらそ,そ,そうよイメージとかわ私たちのア,アートアート作品の邪魔をしてしまうかもしれないっていうビビってんだよ うん、作品の邪魔をしてるすかもしれないとか、うん、そういうまあそうった人もやっぱいるわけだしね絶対ねうん俺だってのこさんの曲だって聞いた後にこんなバカみたいな話聞いたらはあってなるわけ <laughs> そういっ人もやっぱねいるわけじゃん、ね、中にはだから昔から言ってたけどその俺の配信見ない人もいるわけでねだから俺もだからさ うん、まあ俺もならないけどね、うん、むしろものすごい人間性が出てると思うけどね俺、うん、まあ曲もそうだし「神聖かまってちゃん」そのものもそうだし俺っていうこの感じねコメントさ読んだりとかさ、うん、もう愛にあふれてるからねうん愛にあふれてますからねはい愛とヘイトになんだかんだはあってなったけどハマりました 変なこと言ったら大変だしね。まあ、そういったりだからイメージでしょ。配信も曲もどっちも好き。うん、でも何なんだろうな。でも、けどさ、俺だから、けどそれでもやってる人って、ツイキャスとかやってる人ってやっぱいて、俺が知ってる人だと、ミューシャーだと、秋山黄色さん。はい。秋山黄色さんとか、あとは誰だあ、なんか何気にやっぱ若いアーティストっているよね。うん。インスタライブはみんなやってんじゃん。インスタライブはやってはするけど、ツイキャスとかニコ生とか、 ね、こういったちょっと色がつくような配信サイトを使ってる人って配信外だとめっちゃ冷たいのうん有名人以外と配信してると、うん「ペンテルで最近ハマりましたあざっす」ーー「ネグさやかわいい」「ラブチが受解」「なるほどインスタあんまり見てなかった」「秋山家」だか他にも全然いるんだけどツイキャスとか誰いるっけ他 なんか芸能人つうか、なんかミュージシャンミュージシャンとかさ、なんか、アイドルとかさ、たまにいいんじゃん、ツイキャス、アイドル。それこそ。やっぱバンドマンがいねえんだよね。なんなんだろうね、こいつら。ほんとに。<laughs> いや、マジでさ、バンドマンってさ、ほんとさ、保守的なやつばっかだよね。マジで。なんか <laughs>、すんごい保守的なやつしかいないよね。今こそ。みんなインスタのイメージ。 秋山黄色くん最近そうなの確かにバンドマンいないよねアイドルの方が全然いるからねうんアイドルとかの方が無口な人が多いのかねやっぱいや無口って言っても俺は俺だって無口だよなお茶番ガイザーでもさ俺はさある意味さこういった配信もさ自分の糧にしてきたわけだよ俺結構即興が上手いのなんかやっぱね言葉ペラペラ出てくるのとか なんか結構やっぱ配信で培われたとこもあると思うよ俺だってこれライブだと思ってるもんうんライブと一緒だと思ってるもんうんこれステージ上がってるわけだからある意味うん俺は結構そういう感覚あるよこの配信ってライブと一緒うんだから結構俺にとってはライブ感覚なんだよみんな普通に見てる側は違うかもしんないけどまあ他の配信じゃわかんないけど俺は結構ライブと一緒の感覚のとこあるうん ライブ代にトークスキル、えー、普段んブアイスはうんライブラ作ーで無口即興力すごい配信は即興につながったのかいや元々あったと思うけどやっぱ培われたとこあると思う言葉の発想とかうんプロ意識高いこんばんは事務所ストップなのかもねああまあ確かにそれもそうだねまあ早い話確かにそっかあメジャーミュージシャンとかあ事務所入ってる人は確かに事務所ストップとか事務所は厳しいっていうのが 確かにね。うん。ヨネズさんがね、売れて、事務所入って、ツイキャスをやらなくなったように。まあだから、ね、ヨネケンとかだって、あの、最近やっとアップ、ね、サブスクだって最近やっと解禁したぐらいさ、ソニーミュージックだっけヨネケン。ヨネズさん。やっぱそんぐらい厳しいかね、ソニーって。やっぱ事務所にだって厳しいんだよ。パイアットミュージックう、ガバガバだよ。<laughs> だからうちはワーナーだ俺がガバガバなんだよ俺がガバガバにしたからね俺がガバガバにしましたからだからパイロットミュージックとか緩いとかじゃなくて俺は先駆者だから許されてるだから俺はだからやっぱそこら辺はいつも言ってるけど俺はすごいのガバガバ俺がガバにしたのワーナーミュージックとかパイロットミュージックのスタッフとかねん。俺がガバガバにしたの自分から。 交渉上手なんだな交渉もしましたけど <laughs> 交渉って <laughs> 別に特別けどやっぱ愛されてるから俺も新生かまちゃんもともとね分かってるだからそれはもともとだって配信やってたわけだからうんそのメジャーデビュー前にねそれを拾ってるんだからそこはやらせろって話じゃん当たり前の話じゃんインターネットに寛容でやらせろってな当たり前だろうさなから拾うなよそんな無理だったらソニーは商品化してるってことは お茶ソガー,ザース初,人初,人初,初人は商品化してるってことって何言ってんの全部商品で俺はってビジネスは全部商品で注意されたことあるないうん注意されたことだからないねけどマジでうんあるねあるわやっぱ だからやっぱね事務所の人が土下座しに行ったりとか他の事務所にね俺が他のアーティストの悪口ね先輩アーティストのねなんか言ってあその時ぐらいからね <laughs> ちょっとこくん気をつけてって発言に <laughs> 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 あれ本当に <laughs> あれけど本当に <laughs> うんあれぐらいだよあれぐらいだよけどマジでうん俺が配信で先輩アーティストのちょっとねペラ,ペラ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 いろんなこと言っちゃって あまあ、土下座じゃないけどなんか本ん謝りにね行くはめになったあ<ー> <laughs> でもまあそれぐらいで別に基本的にはないっすよはい基本的にはないです、うん、こんばんは <laughs> うん,んでもソニー大変というかいやでも俺もソニーとかいややっぱ事務所にも厳しいインターネットに対してあ特にやっぱ あのアップルミュージックとかサブスクそこら辺解禁するだなんだっていうのもやっぱソニーが一番厳しいイメージ俺あるけどね、うん、多分ソニ,ーソニーに入ってる人って結構インターネット、うん、ガチガチに、うん、最近はまだ米津さんも解禁,、ね、解禁したぐらいだからちょっとは緩くなってるのかもしれないけど方針変わってソニーの中でも俺けど結構ガチガチに厳しいイメージは、うん、今でもあるな。 ドリカムとかかドリカムああまあドリカムでも誰でもなんかうんだってさ先輩のミュージシャンでもさサブスクをさで出てるとこ出てないとこ多分結局事務所の問題もあると思うからねあれ、うん、サザンオールスターズなんか全部解禁されてるけどビーズとかいまだに解禁されてないじゃんビーズなんて、うん、俺ビーズずっと待ってるのになあ、うん、今時ネット制限してるな,なんてないややっぱいやあるんだよだからけど今になって だからやっぱビジネスのね今が変わり目でやっと気づいてきたやっぱネットでネット使ってサブスカ化してってうちらもファンクラブ始めたじゃんサブスカ化してってあの月額でお前らから搾取、ね、お金をぶんどるっていうのをやってい,いかねばみたいなまあ俺もやってるしねサさン解禁はしなかったわかるぞアーティストの先生よサブス解禁したらファン増えるのにまあ駆け引きから。 ああそうかまああれにいろいろあるじゃん老害がいっぱいいたりとかね、うん、サブス解禁したらって別に若い世代は分かってるかもしんないけどやっぱ別にねおって別にやっぱね事務所はでっかくなれば老害がいるわけでな <laughs> 古い考え方の人たちっていうのがああ売れないか話入り搾取ファンクラブ会員何人俺はだから870人だってファンクラブってニコニコチャンネルだからツイ,ツイキャスはまだやってねえや ツイキャスのメンバーシップはままだ始めてませんでもそれ始めても俺200人ぐらいと思ってるよ、うん、200人だねのこさん200人行けばいい方だねだって新生かまってちゃんのファンクラブがさ俺最後だけ前も言ったけど500人だよ今それで考えたら200人も行かないなこんばんはうん、多分行いかないな、うん、かまってちゃんのファンクラブだから500人ぐらい ねえツイキャスやの少ない私もファンクラブの一人あいずあにハイコードの人差し指頑張れな何,何何が、えー、ツイキャスはこのままがいいな何がだからツイキャスこのままだよ俺が別にメンバーシップ始めてもカーイン限定配信始めたとしても俺は月に17回配信してるんだからなねえファンクラブ気になるああ月に17回も配信してんだよ俺ほとんどこのままだろ なそこら辺はグダグダ言うなよ <laughs> マジで俺が始めたとしても <laughs> 半月以上配信している暇人なんですよ暇人なんですよあ,あ率高いもうおじゃる丸やってるよもう忍たま乱太郎がやってる時間ですよああ いや、別に配信だから数は減らないと思うからね俺新生かまっちゃんは忙しくなるなんて思わねえから <laughs> 新生かまっちゃんがテレビ映していいよだからこれだって NHK だろ NHK はいいんだよ新生かまっちゃんがね当分忙しくなるなんて思ってねえから消しとこうああだから当分はこんな感じですちょっと一回また夜俺あれ配信できたらやろっかな ももしもね、夜ね夜か明日かあさってかのこさんがずっと忍たまラーメンって言った時この忍たまと思った忍玉 <laughs> ま乱太郎号じゃんうんいやちょっと俺もどうしようなんか食べよっかな外出はしません何よりお酒飲んでるんでお酒飲んでよね、ちょっと外出はしないけどちょ,っとのもうちょっとのんびりするよブロマがもしも通気やったらやるんではい え、グッズのイラストかけたのかけてない。お茶バガイザース、既存のイラストでいいかも。NG フェスのグッズねうう。ピッツァーラ、ピザーラは、いいんじゃない。いいの、ね、やつ。まだ配信してますかもう終わりします。一回終わりします。何食べるカップラーメン食べよっかな。ちゃんと食べてね。うん。明日がいい。 うん、いつでもできます暇なんででもまあちょっとまたフラッとやりますわはいちょっと今ね仕事終わりの人もいるかもしれないからね次は夜や夜ちゃんとやるよ今日でも明日でも夜夜ねお茶バックアイス頑張りますはい、うん、夜やるよはいとりあえずみんなをちょっとじゃあちょっとコロナちょっと気をつけていきましょうキンキンねこうとりあえずコロナウイルスはい気をつけていきましょうちょっと今増えてるんでめっちゃ うん、こんなもんで死なないでくれよほんとコロナウイルスにかかってお疲れ様ですねうん、うん、俺も気をつけるけマジで気をつけるやっぱまず別に俺 NG フェスあるしコロナってか風に気をつける普通に風邪ひかないようにうん俺がいなくなっちゃったらね俺が風邪ひいたらもう全部終わりやかんね <laughs> それこそうんだからちょっとマジで気をつけますちょっと風邪ひかないようにんでちょっとブロマガの通気をね頑張ってちょっとはやっていきたいと思いますやっぱりこれ配信終えて頑張ろうちょっとやるわはいうん風気をつける頑張るわありがとうねうん いや,いやいや頑張りますよ <laughs>。<laughs> ああ。ものくんが同桂のお子さんの声流すしかないね。ほんとだよ、うん。そうなっちゃったらね。それはそれでいいんだろうけど。よくねえよ。またね。あのちょっとまたね。またやるよ。じゃあね。おつ